スラジオ伊集院光とラジオと10月5日月曜日、時刻は8時30分になりました。おはようございます、伊集院光です。おはようございます、アシスタントの新井真紀です。10月ということで、TBS ラジオの新番組が始まったりとかで、この番組もちょっと模様替えっていうか、フォーマット、時間割が変わったりとか、まあ、新企画が始まったりとか、まあまあありますね。はい。しかし今年はなんかさ、いや、暑かったのは暑かったんだけど、はい、夏にやるようなこと何にもしてないから。してない。だからなんか、夏やっぱなかった感じするね。夏なかった。だからもうなんか、春の生活の延長のまま今って感じ。で、春も、僕の中で大事な要素の桜を見に行くがなかったから。はい。なんかこう、四季がないっていうか、秋なんだろうけどみたいな。なんか変な感じだね。ねえ、だから食べ物でしか季節を感じられないですよね。え、秋何？秋で美味しいもの。し、だけじゃなくて、キノコと。まあ、椎茸も。芋栗、かぼちゃでしょ？ああ、そうか、そうね。伊集院さん好きな柿？柿。柿。そうか、柿だね。うん、あ、柿食べると多少秋来たって感じになるかな。ね、いや、それで言うと、はい、夏いつもね、こう、スイカ農家の、はいはいはい、まで行ってスイカを買ってくんだけど、はい、今年実はスイカが不作で、あ、雨多すぎの暑すぎで、不作で、うん、スイカもほとんど食べてないから、あ、それが夏感のなさもなってんのかな。うん、柿食おう。食べよう。鍵すげえ食おう。さあ行きましょうか。はい。じゃあ今週のメッセージテーマお願いします。はい、今週のメッセージテーマは、ウィズコロナ、よもやま話。なんかまあまあ、ウィズコロナですよ。ね。嫌でも一応コロナはそこにある状態で、まあいろいろ活動しなきゃならないんで。はい。で、街とか見てるといろんなこと起きてんなと思って、うん、いいアイデアだなと思うもんから、ちょっとやりすぎだなと思うもんまで。はい、はい、はい。ね、後で出てきますけど、若手芸人の桐畑徹に聞いたんですけども、はい、桐畑徹はお盆に、うん、新婚ですから、神さんの方のなんかお墓参り行ったんだけど、うん、お墓参りが、親戚児童集まりお盆だろ、うんうん。今年はあの密になるんで、3人までの選抜メンバーでお願いしますって言われたんですよ。え、スタメン？スタメン3人で？いや、要はさ、やっぱりさ、大きい、家族だとさ、20人とかなっちゃうじゃん。お墓の周りになっちゃうから、はい、それやめてくださいっていうことで、はい、代表者3人だけでお願いしますって言われたんですよ。すごいよね。そうですね。で、あとは、地味なとこだと、うん、これであの、歌舞伎行った帰り、銀座の三越とおったら、うん、三越のライオンマスクしてるね。嘘。あの大きいマスクを作ってちょっとシャレが効いてんなと思ったのはあのライオンがマスクしてたりとか。へー、かわいい。あと皆さんからもらいたいのは、はい、子供の運動会とか学芸会とかかなり工夫してるみたいで。そうですよね。なんか今朝の新聞見たらソーシャル綱引きつって、うん、あの綱引きの、はい、生徒と生徒の間を1メートル以上開けて、えらい長いというか、その綱引きやってたりとか、うん、あとやっぱり、そういうのに詳しい先生がいる小学校は、うん、オンライン配信とかしてるらしいよ。あの、父兄さんに、はいはい、親御さんとかおじいちゃんおばあちゃんに、来てもらっても密になるんで、はい、頑張って先生が。スマホとかで撮ったりとかしてるみたいね。そっか。あとディズニーランド行きましたとか、こうなってましたとか。あ、ねえ。ねえ、多分相当工夫して頑張ってると思うんで、うんうんうん、そんなの教えてもらいたいんですけれども。うん、ですね。ラジオネーム、うーくん。除菌シートとアルコール消毒を車に入れていて、店に入る前にアルコール消毒をして、戻ってきたら除菌シートでドアなど、手で触れたものを拭き、手をアルコール消毒するルーティーン、うん。アルコール消毒はアルコール濃度80以上と謳っている日本製のもので、うん、
アルコールの匂いがだいぶします、うんうんうん、そんな日々を送っていると店の出入り口にある消毒液を使って低濃度のものに当たった場合、うん、一度問題になったよね。輸入品のえらい低濃度のもうダメダメのやつとかが出回ってるっつって、はい、低濃度に当たった時、はい、もう手にシュッてやった時点で、あ、これ低いってわかるっていう。すごい。聞き酒じゃないですか。そうね。アルコール手で聞き酒。ね、あ、これはどうする、辛口だななんつってね。でこれ案の定ね、うん、これは薄いなと思ったやつは、はい、あの気化に時間がかかるからわかるんだって。あ、要するに水で手をこう洗ったのと同じになるから、うん、気化に時間かかるし、例のアルコールの匂いもしませんと。へー、こういう時は車に戻ってアルコール消毒を多めにします。すごい徹底されてる。すごい、聞き酒は良かったね。これは濃いなっていうね。それから、あ、これ参考になる。塚さん、増刊号さん、40歳の方です、うんうん、サンリオピューロランドに行ってきました、うん、キャラクターたち、はい、みんなマスクしてるんだ。そうだよね。なんか変なこと言いそうになったけど、ここも夢のとこだから、変なこと言いそうになったら、そらそうですよ。ね。奴らも呼吸をしてますから、飛沫とか飛ばないようにね。今まではスタッフの方にカメラを渡して写真を撮ってもらってましたが、それもできないので自撮りになってますと。うん、で、ダンサーさんもマスクをつけてショーをしている。ダンサーさんは大変体力いるだろうな、ね、手拍子や身振りだけの応援しかできませんが、やっぱりこれ今だけっていう演出が、はい、楽しくさせてくれてるんで、うん、それを味わってきましたよ、みたいな。さあ皆さんもどこかで見かけた、うん、まあ、コロナに関する工夫とか、うん、ちょっとシャレの効いてるやつとか、ちょっとこれは行き過ぎじゃないのと思うやつとか、うんうん、ありましたら送ってください、はい、メールアドレスは ij@tbs.co.jp ij@tbs.co.jp、 ファックスは03-5562-09540355620954です。また番組のホームページにある投稿フォームやメール投稿アプリ、伊集院光とラジオとスマホとからも送ってください。おはがき封書の宛先です。郵便番号 107-8066 TBS ラジオ伊集院光とラジオとまで送ってください。メッセージをご紹介させていただいた方には番組ステッカーをプレゼント、さらに毎日1名様に美味しさと品質の山崎から和菓子詰め合わせと洋菓子詰め合わせをセットにして山崎からプレゼントいたします。ということで TBS ラジオ伊集院光とラジオと今日も11時までいろいろやってます。お時間許す限りお付き合いください。伊集院光とラジオと今日10時からのゲストコーナーには7代目電話のお姉さんでキャスターの近藤香織さんが登場。先生の名回答や珍回答、子どもたちとのエピソードなども伺います。現代版おむすびコロリン。おじいさんが山でお昼を食べていると、ああ、食べきれないおむすびを落としてしまったそうな。おむすびコロリン、すっとんとん、合わせてコロリン、1億個。日本では今日も一人につきおむすび一個分、合わせて1億個分以上の食べ物が捨てられています。もったいない。食品ロスを一人一人が考えよう。 AC ジャパン。嘘つき嘘ぴょん、大げさな古代、紛らわしい紛らわし、このダメダメ3匹を広告で見つけたら 03-3541-2811 ジャロにご連絡ください。広告の嘘、大げさ、紛らわしいに関するご意見は日本広告審査機構へ。今日のおうち時間はどうしようかな。壁紙で人生を快適に。壁紙様じゃ、久しぶり。壁紙様？壁紙様じゃ。本当に？壁紙様じゃ。壁紙様！今までどこに行ってたの？いやいや、
いつもそばにいたよ。リビングのアクセント壁紙やキッチンのアイボリーの壁紙といつも壁紙越しにお前を見ていたんだよ。それストーカー。見守ってたの。インテリア用接着剤の総合メーカー、やよい科学。ミドルシニアの魅力、それは豊富な経験と深い知識。あなたの魅力をもっと磨いてみませんか？ミドルシニアお仕事ナビなら、あなたを活かせる仕事が見つかります。ミドルシニアお仕事ナビで検索。日本行動がお送りする伊集院光とラジオとお便りとです。時刻は間もなく8時41分です。この時間は皆様からいただいたメールやお便りをご紹介いたします。まずは日本行動からのお便りです。秋は乾燥の季節です、うん、昔の人は干し柿、干し芋、切り干し大根など乾燥を巧みに役立ててきました。乾燥といえば、うっかり本を濡らしてしまった時、そのまま乾かしたりドライヤーを使って乾かすとページが波を打ってしまいますよね、うん、ではなるべく元の状態に近づけるにはどう乾かせばいいでしょうか。答えはですね、まず用意するのが食品保存用などのポリ袋です、うん、濡れた本をポリ袋に入れて封を開けたまま冷凍庫に垂直に入れます。そして本が凍ったら取り出して、あとは重しなどを乗せて自然乾燥させれば、ページが波打つのをかなり防ぐことができるそうです。封印以外ないですけど、封印以上ありますよ。うん。そうなんだっていうね。嘘で興奮することはできますよ。お、次絶対やってみようなんつって。ね、でも、多分やんねえだろうなって思ったりとか、ね、しましてね。いや、もしや、もしね、濡らしてしまったらぜひ。濡らして、そうね、ポリ袋入れて、垂直に立てる。凍らせて、結構大変だなぁ。です。はい。さて、野菜を干すなど古くから季節の乾燥を巧みに利用してきた日本人。これも自然と共に生きる豊かな暮らしの知恵ですよね。心の豊かさ受け継いで、お線香は毎日香です。穏やかな白檀の香りの毎日香。明治に生まれ、令和の世にも愛され続けるお線香のトップブランドです。日本行動の毎日香をどうぞ。日本行動からのお便りでした。でもこういうこうなんていうの、雑学とかっていうのは、はい、知っただけでいいんだよね。実際意外にやんないじゃんか。そうそうそう。なんかよくある、とっさに何々がない時にこれで代用できますっていうような豆知識ってさ、はいはいはい、なんかこうやんないよね。そんなことあんまないじゃんみたいな。でも例えばなんか洋服になんかシミとかつけちゃった時に炭酸水がいいとか。うん、でもそのさ、炭酸水そんななくない？そのね、シミついたっていう時に、うん、だから知ったっていうところで俺はもう、よかったっていう。よかったなーって思うことにしてるっすね。そうしましょう。はい、ですね。ウィズコロナよもやま話です、ね。いろんな工夫をしてたりとか、うん、新たな試みをしてたりしますんで、オクラさん44歳、仕事しながら聞いてます。ありがとうございます。ありがとうございます、かかりつけの歯医者さんに行った時、うん、入り口の自動ドアのすぐ横に綿棒がたくさん置いてあり、この綿棒で自動ドアのボタンを押すようになってる。もうそんな、あのさ、売ってんだよ今、エレベーターのボタンを押す棒っていう。へー。なんか爪楊枝の会社がその専用の使い捨てのやつで出して、自動、はい、結構ジョークグッズとかじゃなくて本気でエレベーターのボタン押し棒。へー。うわー、綿棒がたくさん置いてあり、この綿棒で自動ドアのボタンを押すようになっていました、うん。入り口に除菌スプレーはよくあるのですが、綿棒にはびっくりしました。入り口を入ると綿棒を捨てる専用のゴミ箱も用意されていて、二度びっくりしました。うわー、そこまでやるかね。
ねえ、まあ確かに触るは触るか。あとなんかドアノブのところにあの布みたいの貼ってる企業ありません？見たことあります？なんかドアノブに布、そうなんかだから直接そのこういうプラスチック系のものを触るよりもその布みたいなのの方が予防できるみたいなシートが売ってるっぽいです。へえ、あ、うん、でもなんかさその飛沫で言うとさ飛沫はさそのプラスチックの表面とかにある方がずっと生きてるみたいなことは言うよね。あ、そうなんですね。なんかだからそういうことなのか。ただまあまあなかなかキリはないね。ねえ、ラジオネームピカッチさん、伊集院さん、パートナー皆さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。映画館がソーシャルディスタンスを保つためにしばらく席を半分開けて上映となっておりましたが、はい、行きつけの映画館がちょっと前に全ての席を販売します、うん、というお知らせが、はい、ところがその1週間後に、再び席を1つ飛ばして販売しますというお知らせが、これが食品を販売する。これめんどくさいんだよね。なんか俺もニュースで見たわ。なんか食品、ポップコーンとかを販売する映画館は、一席開けろみたいな。で言ってそういうのなしの映画館は、その全席使っていいよみたいな。だから映画館側がいろいろその自分たちの採算を考えて、こっちにしようみたいのを選ぶ。的なやつをなんか聞きましたね、うんうん、なんか映画館も観客も振り回される事態になっております、うん、初めてのことで手探りになるのは仕方ないと思いますがなんか後出しみたいで嫌でしたねなんて書いてありますね。まあみんなバタバタするよね、うんうん、なんかさそのみんなさまあ詳しい人はもともと用途が違うとかかもしれない。あのフェイスガード、はい、フェイスガードは医療従事者の方とかがその飛沫が目に入らないようにみたいに作ったものだから、はい、実際別に自分たちが吐き出す飛沫みたいのには対策のもんじゃないと、うんうんうん、でだからなんかいろいろ計算したら暇自分の吐く飛沫は全部出てますよみたいな。まあそうですよね。そうだよね、うん、あれどうなんか今さテレビ流行りだしたさ、はい、あの顎のとこだけちょっとだけちょこっとだけついてる麻生さんがつけてるやつ。あ、わかんない。あの透明の麻生さん見てない、うんうん、あのなんかその口周りだけちょっとつけるやつさ、はいはい、今ほら街ブラ番組なんてまた始まってさ、はいはいはい、あのちっちゃいのつけてんじゃん、うん、あれ効くの。なんか効きある程度は効きそうじゃないですか。なんかゼロじゃないぐらい、ゼロじゃないぐらいな感じですよね多分ね。ねえ、だから、うん、新しいの発表されるとまたさ、うん、バタバタするわね、うん。星雲それは君が見た光。爽やかにしなやかに強く生きよう青い雲の下。お線香は煙の少ない星雲バイオレット。日本行動、日本行動がお送りした伊集院光とラジオとお便りとでした。TBS ラジオ公演漫画都市東京、日本の漫画アニメゲーム特撮2020、東京を舞台にした新海誠監督作品やエヴァンゲリオンシリーズなど90タイトル以上をセレクト。500点以上の漫画原画アニメ制作資料が巨大な都市模型をぐるりと囲む。東京の破壊と復興の歴史が、日常がそこにある。東京六本木国立新美術館で開催中。詳しい情報は展覧会ホームページまで。時刻は8時49分です。続いて東京都がお送りする都民ニュースです。今日は国勢調査の実施とエシカル消費の普及啓発についてお知らせします。はじめは国勢調査の実施についてです。まもなく5年に一度の国勢調査の回答期限です。皆さんはもうお済みでしょうか。まだの方は10月7日水曜日までにご回答お願いします。回答はインターネットが便利です。インターネット回答が難しい場合は紙の調査票にご記入いただき、郵送などでご提出ください。なお一部地域では
郵送ではなく調査員が回収します。またインターネット回答に必要な ID とパスワードを紛失してしまった場合はセキュリティ上再発行ができませんので紙の調査票でご回答ください。万が一調査票がお手元にない場合はお住まいの区市町村の国勢調査担当部署へご連絡ください。詳しくは国勢調査コールセンター電話 0570-072020 0570-072020 番までどうぞ。次にエシカル消費の普及啓発についてのお知らせです。東京都では持続可能な社会の実現に向け人や社会、環境に配慮した消費行動であるエシカル消費の理念を広く都民の皆さんに普及する取り組みを進めています。今月は都内のイトーヨーカ堂、イオン、イオンスタイル、ザ・ビッグ秋島店ほか合計46店舗のスーパーマーケットでエシカル消費の普及啓発を実施しています。エシカル消費に関連する商品の売り場コーナーの設置やダンス&ボーカルグループ EXILE の USA さんが出演する普及啓発動画の放映などを通じて日々の暮らしの中でできるところからエシカル消費を実践していただけるよう呼びかけています。また合わせてキャンペーンサイトを開設しています。楽しみながらエシカル消費を学べるクイズを掲載しているほかアンケートに答えると抽選で500名にエシカル消費につながるグッズが当たります。ホームページ東京暮らしウェブ内にあるエシカル消費のページをご覧ください。詳しくは生活文化局企画調整課電話0353883069 0353883069番までどうぞ。東京都では新型コロナウイルスの家庭内での感染予防を呼びかけています。こまめに手洗いをする、タオルや歯磨きのコップなどは共有しない、ドアノブや電気のスイッチなどはこまめに消毒する、定期的に換気をするなど生活のスタイルを改めて見直してください。重症化リスクの高い高齢の方と過ごすときはマスクを着用し、長時間の会話は控え、食事の時間をずらすなどの工夫をお願いします。家庭内でも感染しない、感染させない、新しい日常をみんなで作りましょう。都民ニュース本日の放送内容は TBS ラジオのホームページからご確認いただきます。都民ニュース東京都がお送りしました。TBS ラジオ伊集院光とラジオと ここで東京都事業承継ネットワーク事務局から経営者保証について悩まれる方々への大事なお知らせです。経営者の皆様が交代するときや事業を譲渡するときに悩まれる経営者保証について解除を支援するための国の事業があります。経営者保証は決して外せないものだと諦める必要はありません。また経営者保証は必ず後継者に引き継がなければならないものではありません。まずは東京都事業承継ネットワーク事務局にご相談ください。経営者保証の解除に向けて専門家が無料でご支援します。一度話を聞いてみたいという方に向けて無料のオンライン説明会も行います。第1回は10月9日金曜日午後1時から。お申し込み詳細はホームページをご覧ください。事業承継における経営者保証解除のご相談は東京都事業承継ネットワーク事務局まで。東京都事業承継ネットワークと入れて検索してください。ネギっ子です。佐藤のご飯の美味しさの秘密、それは佐藤は釜炊き、ふっくら釜炊き佐藤のご飯、ふっくら釜炊き佐藤のご飯、ふっくら釜炊き佐藤のご飯、佐藤のご飯はふっくら釜炊き。
林家たい平です。こうやって毎日元気に高座に上がれるのは楽ご飯の皆さんと日頃の健康管理があってこそ。車だって同じです。安心なカーライフのために車の点検整備は国の認証を受けている信頼の整備工場で、自動車整備振興会です。時刻は8時55分です。ここで東京スター銀行がお送りする TBS ラジオ交通情報です。警視庁の長谷川真紀子さん、おはようございます。はい、おはようございます。東名高速道路の上りは東京料金所の先で大型トラックとワゴン車の事故のため2車線が規制され、渋滞は6キロ、通過には1時間です。圏央道の内回りは入間インター付近、左側に大型トラックが故障して止まっているため17キロ、通過には55分。東関東自動車道の上り、湾岸市川付近は追い越し車線で事故のため6キロです。一般道路は神奈川県内、国道246号線の上り、厚木市文化会館前での渋滞、国道129号へ伸びて合わせて4キロです。以上です。ありがとうございました。次の交通情報は9時17分頃です。親の商売引き継ぐのほんと大変。土地はあってもお金ないんだよな。相手してもらえないでしょう。規模も小さいし。それでも大丈夫、聞いてみよう。事業を継ぐ方応援します。不動産担保ビジネスローンは東京スター銀行。やっぱり車検はコバック、コバック車検のコバック。佐古道夫、色気より食い気に走らせる憎いやつ。伊香保温泉入り口西方亭の湯の花まんじゅう、いい味出してるな。西方亭の湯の花まんじゅう。 TBS ラジオをお聞きの皆さん、あなたの会社や商品キャンペーンを TBS ラジオで紹介しませんか？ CM 内容や価格などお気軽にご相談を。詳しくはTBS ラジオ広告で検索してください。伊集院光とラジオと、この後9時からは最新ニュースや気になるニュースを解説。伊集院光とラジオとニュースと、9時20分頃からは俺たちの半沢直樹と、新コーナー子供電話相談室と郵便局と、9時40分頃からは大同生命プレゼンツウォーキング宝くじ。10時からのゲストコーナーには7代目電話のお姉さんでキャスターの近藤香織さんが登場。10時40分頃からは桐畑徹のシェフが行く店のシェフが行く店をお送りします。ウィズコロナでテレビ局もいろんな対策してますけど、はい、自分の出てるクイズ番組では、うん、タッチパネル、なんつうの、なんていうの、スタイラスペンで書く。はいはい、なんていうんだっけ。モニター。あれが真ん中にあって、リレー形式でみんな次から次へと答え書いていくクイズの、タッチペンがあるんだよ。はいはいはい。タッチペン全員一人一本ずつ。お、マイタッチペン。前はリレーでやってたんだけど、これがっていうんで、一人みんな一本ずつ持ってるのとか、あと昨日、99人の壁っていう、はいはい、まあ元々はこのコロナない時はもう99人のクイズ回答者が一遍に答えるっていう、まあ壮大なクイズ番組だったんだけど、はい、まあそれも今、75人はリモートで、20人ぐらいは、でっかいスタジオに間隔開けて、アクリル板置いているっていうシステムなんだけど、はい、あれのなんかこう、解説みたいなその役どころを仰せつかっていて、うん、で、今まではね、別室の会議室みたいところで、まあ、リモートで出てたんだけど、はい、なんか会議室空いてないらしくて、うん、フジテレビで一番でかいスタジオに、二人っていう。うん、で、真っ暗な、俺たちだってさ、電気代ももったいないからさ、うん、俺とアナウンサーさんのスポットライトで、二人でやってるっていう、贅沢。ラジコってご存知ですか？パソコンやスマートフォンでラジオが聞けますよ。皆さんもラジコで検索してみてください。9時です。伊集院光とラジオとニュースと、
この時間は東京インテリア、織広、他各社の提供でお送りします。伊集院光とラジオとニュースと、時刻は9時になりました。改めましておはようございます。伊集院光です。おはようございます。アシスタントの新井真紀です。伊集院光とラジオとニュースとの時間です。早速今日のニュース、土井俊之アナウンサーお願いします。はい、今朝は6本のニュースをお伝えします。新型コロナウイルスに感染して入院中のアメリカのトランプ大統領について、ホワイトハウスの高官は、入院した2日時点では血液中の酸素濃度が急激に低下していたと、一時深刻な状況にあったことを明らかにしていましたが、こうした中、先ほどトランプ大統領が入院先の病院に集まる支持者の前に姿を見せました。車で現れたトランプ大統領は車内から手を振りましたが、その後再び病院に戻ったということです。 GoTo トラベルキャンペーンに東京発着の旅行が追加されてから初めて迎えたこの週末、携帯電話の位置情報を元にした調査で、前の週末と比べ東京や近郊の観光地で人出が大幅に増えたことが分かりました。一方で全国の主要な観光地では目立った変化は見られず、京都駅や嵐山では1割前後減少、増加が見られた那覇の国際通りなどでも 5% ほどにとどまっていて、東京発着追加の効果は地方では限定的に見える状況です。日本学術会議の新たな会員候補だった学者6人が任命されなかったことをめぐり、与野党から政府による説明を重要視する発言が相次ぎました。立憲民主党の枝野代表は、菅総理が国会で説明するべきだと強調。一方、自民党の森山国対委員長も、説明をすることが大事だという考えを示しました。さらに、公明党の山口代表は、日本学術会議側が今回の人事の説明を政府に求めていることについて、政府が説明に努力すべきと述べています。新型コロナウイルス対策として実施している水際対策をめぐり、日本と韓国の両政府はビジネス目的に限定した往来再開で今週中にも合意する方向で調整に入りました。駐在員を中心とした長期滞在に加え、出張などの短期滞在も認める見通しで、往来の再開が実現すれば、日本ではシンガポールに次いで2例目です。ただし、新型コロナウイルスの検査での陰性の証明や行動計画の提出を条件とするとみられます。ゆうちょ銀行のプリペイド機能付きデビットカードミジカのウェブサイトに、今年の7月下旬から9月中旬までの間に複数回不正なアクセスがあった問題で、流出した可能性がある個人情報は1422人分に上ることが分かりました。流出した恐れがあるのは、氏名、生年月日、カードの有効期限などです。ミジカでは、これまでに54人の顧客のカードや口座から、およそ332万円が不正に引き出される被害が判明しています。陸上自衛隊は、昨日、朝霞駐屯地などで先月末まで実施された教育課程に参加していた20代の隊員5人が、新たに新型コロナウイルスに感染したと発表しました。これまでに別の隊員22人の感染も確認されていて、感染者は合計で27人となりました。新たに感染が確認された5人は北海道と京都の駐屯地に所属していて、いずれも所属部隊に戻った後、感染が確認されたということです。ニュースは以上です。土井俊之アナウンサー、ありがとうございました。気になるニュースについてこの後解説を交えて詳しくお伝えします。家具とホームファッションの東京インテリア。リーズナブルなホームファッションからプライベートブランド家具まで充実の品揃え。カフェやキッズランドも併設。ゆっくりお買い物をお楽しみいただけます。北は青森から九州までネットする。いいものここから東京インテリア。伊集院光とラジオとニュースと、ここからは解説です。今朝の解説は政治ジャーナリストの角谷浩一さんです。角谷さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。
さあ、まずは、トランプ氏。うん。一時深刻だったなんて話も出てきましたね。これはなんか最初は本当かどうかもわからなかったようですけれども、最終的にはこれ、ホワイトハウスとして認めたようですから、それは本当に危なかったという時期はあったようですけれども、今日の最新のアメリカのニュースによれば、どうも新社の前に出てきて手を振ったと、うん、ただマスクもしてたと言うんですね、うん、ですから、まあ、もちろん感染者としてマスクをしろと病院から言われたのかもしれませんけれども、まあ、今までマスクを頑なに拒んでいたトランプ大統領としてはですね、マスクは今回だけはせざるを得ないというふうな部分があったのかもしれませんよね。4分ぐらいの動画が出た時に思ったのは、はい、うん、例えばこうタレント仲間なんかもかかってで、ちょっとかなり調子が悪くなったあの人もいて、でそれこそそっちの動画と比べると、うん、あの軽症なんだな、多分4分間もぜいぜいせずに喋れるような状況じゃない、うんうんうん、それも中傷ぐらいでもそうなってましたから、うん、皆さんなってましたから。あれを見る限りはなんかそこまでではないのかなと思ったんですけど、まあ、その劇的な回復というふうに見るのか、もともとそんなに厳しくなかったのかもしれないのか、はい、つまりこれ自体が情報戦でね、うん、あんまり厳しくないけれども大変だ大変だと思って元気で出てくれば、さすがトランプ大統領復活だよと。なるほど。つまり陣営を鼓舞するためにもう大統領選1ヶ月ですからね、そういう意味ではまあ、これ自体を演出に使うものもあるかもしれないと。いや、なんか、その、想像に固くないのは、トランプさんの支持者の人たちは、はい、俺はコロナに打ち勝ったんだとか、そういうのは、まあ、盛り上がりそうですよね。そうなんだから、ここはね、ただ、じゃあマスクしなくていいんだってことの助長にもなりかねないんで、はい、トランプさんとしては、まあ、どこまでやるかわからないけど、これは戦いだと、選挙戦だという部分で、このコロナ問題をどういうふうに利用するかっていうのは陣営の戦略はあるかもしれませんけれどもね、国家の代表としてはそれがいいのかどうかはまたちょっとわからないところがありますね。ここ難しいのは国家の代表としては、うん、やっぱりその国のトップの病状ですからね、はいはいはい、じゃあこれも本当は重くても軽そうに言うだろうし、そこはちょっとわからないですね。そう、つまりここはもう全部情報戦のレールの中にあるんで、はいはい、でも国民としては心配したりですね、治ってよかったとか、まあ素直な気持ちがあるはずですから、はいはいはい、選挙と関係ない情報もちゃんと出てこないと、うん、それが後から出てくるようだと本当にいいのかどうかはちょっとわかんないですね。その辺の駆け引きがやっぱりすごいんだなと思ったのは、はい、最初にこのニュースが出た途端に、うん、バイデンさんは、はいはい、トランプさんを、なんでしょう、誹謗するような CM を一気に取りやめたんですね。やめるんですね、はい。これはやっぱりちょっと感じ悪すぎるだろう、ね、っていうことなんでしょうね。だからトランプ陣営は相変わらずバイデン攻撃は続けるんですね。なるほど。だからここも面白いところだな、アメリカの選挙はと思います。はい。さあ、そして、ぜひぜひきちんとご解説いただきたいのはですね、はい、学術会議問題、うん。はい。これどこから行きますかね。そもそもこの、はい、日本学術会議とはから行きますかね、はい、そうですね、これは。はい、はい。この日本学術会議ってのは日本のアカデミズム、つまりこれは理科系も文化系も両方ですけれども、の、まあ、最高峰の会議が、これ日本学術会議というんですね。で、日本の、まあ、いわゆる、大学で研究している人たち、この人たちの、まあ、トップレベルの人たちが集まる会議として、うん、まあ、で、もちろん科学だとか、発明だとかっていう部分は成功化してないかしてるかってわかりますけど、例えば政治だとか、行政だとかいろんなテーマの法律だとかね、解釈があったり、それからみんながそう思ってるから正しいかどうかもわからないっていう難しい部分がありますけども、うん、それを全部包括するのがこの学術会議なんですね。で、まあ、ここの会議に選ばれるっていうのは学者としては名誉なことですから、まあ、ここでその活動できる、またはここの会員になるってことは、やっぱりその研究者として評価されたというところなんです。で、国の予算は10億円この学術会議に積み込まれているので、はい、運営は国が税金で賄っています、はいはい、で、人事は学術会議が選定した顔ぶれを官邸に出して、まあ、内閣府経由で官邸が見て総理大臣が、まあ、任命する形で行われて、今まではその仕組みがずっと続いてたんですけども、今回どうも6人、
任命を官邸が拒否したということで大騒ぎになったんですね。うん、これなんかそれ間違ってたら言ってくださいね。はい、その学術会議の役目っていうのは、はい、いわゆるその学問的にこれが、うん、こういう考えがありますっていう、うん、まあ、助言と言いますか、はいはい、考えを言うわけですよね、うんうんうん。で、そうすると別に政治家全員がそういう学問的な面で詳しいわけはない、はい、ではないでしょうから、はい、あ、それをきちんと参考にしながら、まあ、判断を出していくためのものですよね。うん、はい、ですから、この人たちは、中立なというか、学問に対して忠実な。国家に忠実なんじゃなくて、学問に対して忠実でなければいけないわけですよね。はい、で、この、まあ、政府が任命するということなんですけども、はい、うん、そのニュースを見る限りは、そもそも、その、任命というのは形式的なもので、うん、拒否はしない、うん、もしくはできないもんなんじゃないかっていう、うんうん、これはどうなんですか？この根拠は一つはですね、はい、憲法に学問の自由というのは謳われているので、はい、この人はいい、悪いを、まあ、総理大臣がジャッジするものではないという根底がまず、はいはい、あの学者の中にあるんですね。ね、だって今の定義で言うと、うん、そこの学問に対してシビアな意見を助言する人なんだから、うん、そこに対してこの人いらないって言い出しちゃうと、うん、その中立的な意見ではなくなっちゃいますよね。つまり政権に沿った人しか選ばれないっていう可能性が出てくるので、うん、学術会議は国の予算をもらってるけれども、その人事は独立してた方がいいだろうっていうのは誰もが、はい、ある種の当たり前として考えてたことが、今回初めて、いやいや違うよと言い出したってところが大事件になってるんですね。で、それに対して、なぜなんですかっていうことに対しては、答えてもらえないっていう。今のところ総理はですね、この承認しない理由を言わないところが、まあ、官房長官時代にあまり説明をしなかったっていうところと、同じ答弁をしていると、うん、これが意外にも自民党の国対委員長や公明党の山口代表も批判しているところなんですね。はいはい、こんなことは与党の中で理由を言わなきゃダメだよっていうのはちょっと珍しいことなので、これまた与党側の反応もちょっと珍しいことだと見ていいと思うんですね。うん、で、これ理由はね、一つは理由がないのならば、任命できるんだから任命しない時もあるんだよっていうのは文句ないでしょってとこは、まあ、100歩譲っていいとしましょう。はい、100歩譲ってですね。はい、はい、はい。でも、6人がダメって理由はないと。少なくとも。どうすんのってところが、まあ、多分与党からの声なんです。うん、というのは、理由がない限りは、今度は来年からのメンバーは、多分学術会には忖度し始めますよね。なるほど。きっとこの人は気に入られないかもしれないからやめとこうと。これで結局中立性や独立性が担保できなくなるんじゃないかっていう不安も当然出るわけですね。うんうん、ですからやっぱりこういうところに、結果的には意見を言い出す、つまりこれは政治介入になってるんじゃないかというのが今反発の最大の理由なんですね。なるほど。少なくとも、まあ、うん、あまりこの学術会議っていうものに対して僕らは知識がないし、はいはい、でもっと言うとあまり論じられることがなかったので、はいはい、そもそものところにいろいろじゃあ細かい問題はあるのかもしれないですけども、うん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 、少なくともここ、まあ、18年ですか、18年前に、これは形式的にもう任命するもんなんですって判断が下されてからこっちはあまりこういうこと起きなかったもんですから。起きなかったですね。きちんと少なくともつ理由を言う、うん、でいてそこに何か制度に歪みがあるのならばきちんと直すっていうところからが、うん、まあ手順ですよね。まあ学術会議法っていうのもありますし、はいはい、それからまあこういうふうなルールで決めてるんですよっていうルールや国からお金も出てるんですよっていうのを仕組みを変えるのはこの問題とは逆に別な問題で、はいはい、逆にここまで注目が集まったのならばまあある意味ではアカデミズムの中の自浄作用とかね、やっぱり私たちは、平時はまあのんびり見えるかもしれないけど、やっぱり独立してちゃんとやってるっていうのを見せる瞬間が必要だったりするかもしれないから、うん、議論は分ける必要があります。ただ、うん、今の段階で総理大臣が理由なくこの人はダメだと言い出すのはなかなか政治の世界では通用しないものじゃないかなと思いますね。普通に考えただけでもここを任命できるようになっちゃうと、はい、都合のいい人ばっかり集めることに、はい、まあ、なりかねないし、まあね、あと、逆に政府と反対の見識を述べづらくなるっていうのはとても危険なことですもんね。学者生命を守るためには、はい、政権に寄り添う
まあ、まさに忖度するっていうのが、なりますね、あの、学者の常識になりかねないことになると、こういうものに手を突っ込むと、やはりそういう後々の問題が出てくると。これをどうするかっていうのは、まあ、やっぱり、あの、総理がどういうふうに、でもこれやめる、いや、6人やっぱり任命するよと、これまた言い出したら、うん、総理は立ち上がりの、なんか失敗として残ってしまいますから、ね、これはこれでまた大変な問題になる。ちょっと前に進む、後ろに進む、今の総理は厳しい状態になっていると言ってもいいかもしれませんね。ちょっとしばらくきちんと注目していきたいですね。はい。ということで時間いっぱいです。角谷浩一さん、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。あなたのそばに織り広、いつでもそばに。織り広の納豆キナーゼは匂いが気にならないソフトカプセルタイプ。毎日元気にさらっと生き生き。お店で買える納豆キナーゼは織り広です。伊集院光とラジオとニュースと、この時間は東京インテリア織り広他各社の提供でお送りしました。ここで中央事務所より消費者金融などを利用した経験のある皆様へお知らせです。実は勘違いから多くの方々が未だに過払い金を受け取っていないようなんです。本日はその勘違いについてお伝えします。まず過払い金の対象となるカード会社の範囲です。消費者金融はもちろんですが、実はデパート、スーパー、銀行系列のカードローンなどもその対象です。また現在返済中の方も対象です。その他にも利用金額が少なかったり、利用期間が短いために自分には過払い金がないと思い込んでいる方が多いようですが、昨年のお客様の過払い金は平均で100万円を超えています。次に手続きをするとブラックリストに載ってしまって、すべてのパターンでクレジットカードが使えなくなると勘違いしている人も多いみたいですが、実は関西語なら影響はありません。また利用時のカードや書類が必要と勘違いしている方も多いようですが、実は一切必要なく記憶が曖昧でも大丈夫です。このような勘違いから未だに過払い金を受け取っていない方が多いです。キャッシング経験のある方はお電話5分の過払い金無料診断ダイヤルであなたの過払い金をご確認ください。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。0120-10-10-10 10-10-10。時刻は9時18分になるところです。ここで TBS ラジオ天気予報です。気象予報士の長谷部愛さん、お願いします。はい、今日の関東地方は午後には晴れ間が出てくるでしょう。でこの後昼前までは所々で弱い雨が降りそうです。で午後には止んで次第に晴れ間が出てくるでしょう。まあ、昼過ぎになればお洗濯物の外干しはなんとかできそうです。ただ明日の方が一気に乾きますので断然おすすめとなります。で今日の最高気温は25度から26度くらいで、昨日と同じかやや高いでしょう。まあ、昼間は半袖でもいいくらいの気温になりそうです。で明日は朝からすっきりと晴れそうです。まあ、夜は地球に最接近する赤色の火星もよく見られるでしょう。ただ明日の朝の気温は北関東で今日より5度も低くなって、宇都宮は12度の予想ですので、寝具は厚手なものを準備して寝冷えなどしないようになさってください。南部は18度前後で今日より少し低い程度でしょう。以上です。ありがとうございました。気象予報士の長谷部愛さんでした。生島博士です。今週の健康広場のテーマは丈夫な心臓でコロナ時代を100年生きる。順天堂大学医学部心臓血管外科教授天野敦先生にお話を伺いします。なんと心臓が弱っていると肺炎にもなりやすい。コロナ時代心臓を丈夫に保つことが大事。健康広場は平日朝5時20分頃から。時刻は9時19分です。ここでチューリヒ保険会社がお送りする TBS ラジオ交通情報です。警視庁の長谷川真紀子さん、お願いします。はい、お伝えします。東名高速道路の上りは東京料金所の先で事故の処理が続いています。2車線が規制され6キロを1時間また東関東自動車道の上り湾岸市川でも事故のため6キロを15分です。
圏央道の内回り入間インター付近に止まっていました故障車の処理終わりましたが、まだ内回りは狭山パーキングエリア付近で10キロ渋滞しています。首都高速道路は横羽線の上り塩入付近左側に故障車が止まっているため1キロ半を15分、この影響で横浜北線の上りは生麦ジャンクションで500メートルです。神奈川県内では厚木市内の国道129号下りはぬるみずり橋付近事故の影響でまだ渋滞が4キロほど、このほか埼玉県内の国道463号内回り所沢市亀ヶ谷も事故のため1キロ混んでいます。警視庁から以上です。ありがとうございました。次の交通情報9時51分頃です。ハローチューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。チューリッヒ？チューリッヒならネットからのご契約で最大2万1000円割引。まずはお電話で無料お見積もり。チューリッヒのスーパー自動車保険。お見積もりは 0120-455-572、455-572 まで。お元気ですか？生島博士です。埼玉県の麻生さんからのお便りです。突然右のお尻から太ももにかけて突っ張ったように痛くなりました。旅行で長く歩いたせいかなと思っていたんですが、ラジオで通算とのコマーシャルを聞いて無料の宿泊を申し込みました。次の旅行を目標に頑張っています。皆さんも試してみませんか？足の痛みを徐々に緩和する最瞬間制約所の通算等は5つの生薬を配合、漢方に学んだ医薬品です。無料の宿泊のお申し込みは 0120-305-305、 0120-305-305、 305は2回ですね。朝8時から夜10時まで年中無休で受け付けています。オレック八円、オレック草刈り作って売る会社、オレックあぜ道、オレック草刈り作って売る会社、草刈り機といえば OREC、 オレック。モノタロウ、モノタロウ、工場で使う消耗品をネットで注文、モノタロウ。今日は事務用品大特価の日、 10% オフ。工場の味方、モノタロウで検索。法律事務所ホームワン。今ホームワンへ借金整理や過払い金のことで相談が寄せられています。自粛の影響で収入が減った、借金をこれまで通り返し続けるのが難しい、カードでの支払いに追われている、過払い金は出るのだろうか、借金整理について聞いてみたい。ホームワンがあなたに適切な借金の整理の仕方を提案します。0120-316-2799、東京弁護士会所属弁護士法人法律事務所ホームワン。あなたが勤める会社の企業名や商品名、サービス名をラジオ CM で告知しませんか？そんな皆様の窓口に TBS ラジオ営業サイトをぜひご活用ください。詳しくは TBS ラジオ広告で検索してください。俺たちの半沢直樹。この時間はケーズ電機他各社の提供でお送りします。さあ時刻は9時23分です。いろんな企画をお送りしてきた月曜日9時台ですが、10月からはフォーマット、時間割がちょいと変わります。でそんなこんなで今日はこのコーナーから。俺たちの半沢直樹。はい、今日は生スタジオからですけども、先週の日曜日に本家の半沢直樹、ドラマの半沢直樹最終回を迎えまして、今週はこの俺たちの半沢直樹も最終回でございます。ということで、この方にもスタジオ入っていただきました。どうもおはようございます。蛍源氏の桐畑徹です。いや桐畑くん、はい、視聴率 32.2%。 うわ。で一説には全国で3330万人が見たと言われております。半沢直樹の最終回、はい、我々、見ておりません。え、新井見た？もちろん。うわ、ね、見てるよねみんなね。俺たちの半沢直樹の最終回のルールですが、ドラマの最終回のオンエアの前に提出しましたストーリー予想、400字のリポートですが、
どれだけ実際に放送された最終回のストーリーと符合していたかを100点満点で採点して、満点だったら早速今日解禁ですから。いやー満点、この番組終わったらすぐ見る、ね、で0点だったら、最大半年後とい う わ半年、半分の50点で3ヶ月後のお正月ですよ、ね。もう正月なんか特番やっちゃってんじゃないですか、他のな、他のスピンオフとか始まってて、な半沢の特番とかありそうだよ。さあ、得点の発表の前にまずは、先週提出した僕たち3人のリポートをお聞きください。半沢直樹最終回予想リポート。結論から言いますと、当然半沢は勝利します。そして中野渡りと大和田は味方です。今回鍵を握るのはタスクフォースのリーダー野原です。予告編で半沢が大演説をぶっていたようなシーンは再建放棄に関する報告会です。半沢の言葉が野原の心を動かします。少年時代に父親の工場を銀行が助けてくれなかったという共有体験がありますから。そもそも野原は債権放棄などどうでもいいんです。銀行のスキャンダルを暴いて正義の弁護士になることもありなのですから。大和田がコピーしていた不正の証拠を野原に渡し、半沢が債権放棄を改めて拒否、白井大臣が頭をかきむしっていたのはこのシーンです。野原は幹事長と銀行の不正を暴露、幹事長は落ちます。全責任を負って中野渡り頭取辞職、旧東京第一銀行の取締役人も左遷、そして大和田頭取、半沢副頭取、泊まり取締役が誕生します。そうそう、小島、笠松大活躍、あとダンカン出ません。以上です。新井さん、ニヤニヤ聞くのやめてください。俺らは満点だと思って完璧でしょ。完璧ですよ、これが映像見えたでしょ。さあ、総合得点はリスナー採点を参考に服部ディレクターが最終的に決定いたします。まずはそのリスナー採点をいくつか、ラジオネームダンカンはサードシーズンさんの採点です。まず半沢の勝利は当たり前なのでプラス1点です。低いな。中野渡り頭取と大和田は味方はしっかり当たっていましたので20点あげます。そう、見延幹事長は当然落ちます。これは半沢の勝利と同義語なので、まあ1点です。低いんだな、厳しいな。最後に取ってつけた、最後に取ってつけた小島大活躍説ですが、400字余ったんでポッて入れたやつ、はいはい、確かに大活躍だったので10点あげます。出た。そしてダンカンさんは出ません、はい、1点合計33点。さあ、うわー33、うわー、赤点だな。他にもラジオネーム大岡半蔵門さん26点、ラジオネーム板和佐きゅうりさん16点、世田谷マンゴーさん31点、わびろうさん5点っていう、こんな低いのもあんの。5点。たださ、今の答え合わせ聞いちゃうとさ、俺ら何週間後か分かんないけど、はい、見た時にすげえネタバレだけどね、うん、そうですよね、そうなんですよ、うん、バレちゃってんな。リスナー採点を考慮した上で、服部ディレクターのつけた総合点数と最終回解禁日、新井ちゃんから発表です。俺たちの半沢直樹最終回リポート、総合得点を発表します。総合得点20点。解禁日は4ヶ月と3週間後、2021年2月26日です。嘘でしょ、ね、嘘だ。20ってことはない。来年の2月に急に俺たち見た見た、半沢最終回見たってなんの。2月26っつったよね、うん、2月26ですよ。なんで、うん、
春も近づいてきたねなんつって俺らだけ嘘だ。ということで来年の春皆さんよかったらお話ししましょう。で結構俺たち結果分かっちゃってるのに見れないっていう最悪のやつでございます。本当だ。あ、桐畑さん、はい、お疲れ様でした。なあきついなあ。さあここでウォーキング宝くじの合言葉を言っておきます。え、合言葉はじゃあ20点電話つながったら大きい声で20点お願いします。ケーズ電機。安心パスポートはスマホアプリがおすすめ。ダウンロードと新規ご登録で税別1000円以上の商品に使える500円引きクーポンをプレゼント。さらに今なら500店舗達成記念の500円引きクーポンもプレゼント。新製品が安い、ケーズ電機。俺たちの半沢直樹。この時間はケーズ電機他各社の提供でお送りしました。TBS ラジオ一見光るとラジオと。子供電話相談室と郵便局と。この番組は日本郵便の提供でお送りします。ダイヤル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 回しずっパカスカ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 。あっちゃおもしもしどっちゃどっちゃもしもしどっちゃどっちゃ何でも聞いちゃお。はいはい子供電話相談室。子供電話相談室と郵便局と。いやなんかちょっと背筋が伸びます。こっからは新コーナーです。子供電話相談室と郵便局と。はい。第1回っていうかその準備、第0回っていうことでこういうやり方で、今やろうとしてますという、ご案内をさせてもらいます。まあもともとこう TBS ラジオの名物番組エースですよ、全国子供電話相談室始まったの俺生まれる前ですよ。1964年に始まって、で、一応、一旦ピリオド打ったのが2008年。で、これのコンセプトを受け継いだコーナーをやらせていただくということになりました。はい。で、タイトルにもありましたけども、郵便局とということで、まあ、郵便局とタッグを組んで新しい子供電話相談室をやろうということで、うん、まずね、これね、はがき、お手紙で、疑問質問を送ってもらいます。はい。で、この相談に合わせた先生を番組にお呼びして、電話で相談に乗ってもらいます。で、ま、放送は毎週月曜日のこの時間、ま、9時半頃からなんですが、収録はお子さんたちの都合のいい時間、だからちゃんと学校から帰ってきましたよとか、お休みですよっていう、時間にやります。で、こう、今までの子供電話相談室と違うのは、事前に相談をもらっておくと、その相談にぴったりな先生をお呼びすることができるっていう、はいはいはい、まあ、それはメリットだと思ってます、うん。で、自分的には、なんかね、その、今メールで皆さんいっぱいいろんなもんもらえますけどね、郵便局さんがタグ組んでくれるってこともそうなんですけど、うん、お手紙とか、自筆の、子供の自筆の文章っていうのが、はい、こう、とても楽しみで、はい、なんかこう、ついイラスト描いちゃったりとかさ、うん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 、それからあとなんだろうね、本当に深刻なところは筆圧が強かったりとかさ、なんかそういうのが僕はお便りの良さだと思っていて、うん、ぜひぜひ、今お母さん、お父さん、おじいちゃん、おばあちゃん、お聞きでしたらお子さん、お孫さんにですね、うん、おはがき、お手紙を、書いてもらってください。うん。で、あとね、一個今考えてるのは、なかなか子供が今何を思ってるかがわからない時代だから、じゃあ今悩んでることあったら書いてよとか、相談したいことあったら書いてよって言って書いたそのお手紙を、ちゃんとこう、返送希望ってしてくださいましたら、返送、後で多分ね、すごいいい思い出になると思うので、はい。そういうシステムも取り入れていきたいし、せっかく郵便局が、協力してくれるので、相談を送ってくれたお子さんたちの中から、まあ、抽選で、伊集院お兄さん
あの、サインを、あの、はがきで、送ります。いいなぁ。二十四兄さんの。二十四兄さんのサインって、イラストもあって可愛いですよね。可愛いです、伊集院お兄さんは。いいので、伊集院お兄さんは実はハガキを書くのが好きで、はい、旅行先からいつも家にハガキをめちゃめちゃ書くんです。うんうんうん。俺の方が先に着くんですけど、でも、それでもいいんで、うん、なんかこう、ハガキが残るってとても良くて、はい、あの、ぜひぜひ書かせていただきたいと思います。うん、で、まあ、基本的に今喋ってることは、お父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃんたちに向けて、ま、喋ってきたんですけども、うん、実際におはがき、お手紙書いてもらうのは、また電話で、出てもらうのはお子さんたちなので、うん、あの、こっからですね、お子さんたちに向けて私、あの、メッセージを送りますので、あの、お子さんたち、まあ、今は幼稚園とか学校行ってると思いますから、ぜひタイムフリーで、この先の部分を、あの、ぜひお子さんに聞かせていただければと思います。うん。それでは、音楽用意さあ、みんなおはよう。子供電話相談室と郵便局との伊集院光お兄さんだよ。みんなね、お父さんやお母さんには聞けないこととか、あとお父さんやお母さんでもわからない不思議だなと思ってること、なかなかうまくいかないこと、悩んでることがあったら TBS ラジオにお手紙をください。皆さんの相談に先生が電話で答えます。まずは何よりお手紙に相談事を書いて TBS ラジオまで送ってください。お手紙の書き方はね、お父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃんに聞いてね。何でもわからないことは TBS ラジオに聞こうね。イエーイ、カッツあの、これなんかやっぱりこのコーナーだけは変なふざけ方ができない。うんうんうん、やっぱりなんかここで聞いたことって、大人に相談してラジオに出て、で初めてお手紙書いて聞いたことみたいのが、うん、やっぱりなんかその後の、そんな大げさに考えちゃいけないのかな、その後の子供の何かしらを僕が変えると思ってるので、うん、それがいい影響になるようなコーナー努めてここはやります。うんうんうん、それ以外は悪い影響がありますけども、このコーナーだけは努めて子供のことを第一に考えてやろうと思っております。で、まあですね、いろんなその、先生方、スポーツの先生、動物の先生、昆虫の先生、例えば YouTube についてわからないとか、 あとタレントとか俳優、お笑い、アナウンサー、うん、いろいろリストアップしてますけども、うん、新井先生ってあんのかな？新井先生できるかな？新井先生どんな質問なら答えられる？なんだろう。だってすごいの来るんだよ、子供の。だって、あのスペシャルの時の質問で言うと、はいはいはい、命はなんで見えないんですかみたいな来る。英語とか、英語だったら、だからどうやったら英語が上手になりますか、うん、とか、とかアメリカで暮らしたいっていう子とかいるかもしれない。ああ、そういうのは、うん、新井先生、そうね、いけるんじゃないかな。まあ不安だから、うんうん、まあまあ2年ぐらいやった後ですけど、新井先生の起用は相当先にはしようと思っていますけどもねえ。すでにいくつかその相談のお手紙いただいてまして、はい、最初にお呼びする先生がもう決まってまして、はい、NHK お母さんと一緒の11代目歌のお兄さん、横山大輔さん。この人はもう音楽のプロだし、歌のプロだし、うん、あと、例えば人前で緊張しない方法とか、そういうことはたくさんわかると思いますので、まずは、例えば、横山大輔お兄さんに、こういうことを聞きたいっていうんでもいいですし、あと、本当にフリーで、そこから先生を呼んできますから、うん、今、いろんなこう質問したいことがある人、それじゃあ、宛先を新井ちゃんからお願いします。はい。郵便番号 107-8066、TBS ラジオ、伊集院光とラジオと、子供電話相談室と、郵便局と、の係まで、お名前、年齢、そして電話番号を忘れずに書いてお送りください。そうだね、電話番号がないと電話相談に乗れないからね。はい、あの、勇気を出して、初めてのお手紙書いてみて、初めてのラジオ出演をしてもらいたいと思っております。以上、子供電話相談室と郵便局とでした。
子ども電話相談室と郵便局と、この番組は日本郵便の提供でお送りしました。毎日の暮らしに潤いをお届けする TBS ラジオショッピング、今日は毛髪を科学するアデランスが開発した家庭用ヘッドスパマシン、アデランススパニストを紹介しています。人の指のような弾力性のある6本のシリコンブラシがスイッチ1つで毛穴の汚れをかき出し、同時に頭皮をもみ洗いします。髪のボリューム感不足の原因の一つと言われる毛穴に詰まった皮脂汚れをすっきりさせることで、髪が根元から立ち上がりボリューム感がアップ。また顔に使用すればスッキリフェイスも目指せます。お値段はメーカー直販サイト価格税込み 14,080 円のところ、今回ここから 4,180 円引きの税込み 9,900 円です。さらにアデランスのシャンプーとトリートメント合わせて税込み 5,500 円分もセットです。別途送料を頂戴します。お申し込みはフリーダイヤル 0120-234-954 0120-234-954 番です。お届け、返品、送料などについてもお問い合わせください。お電話お待ちしております。 TBS ラジオショッピングでした。松崎しげるです。横尾材木店は毎日笑顔で働ける場所、そしてお客様に笑顔を、地域貢献を目指し創業100年へカウントダウン、一緒に進んでいこうぜ。詳しくは横尾材木店採用で検索。横尾材木店。知ってる？家具の裏とかのコンセントにホコリがたまると火災になることがあるらしいわよ。怖い、すぐに掃除しなきゃ。あれ？あ、パパのへそくり見っけ。プラグのホコリは乾いた布で拭きましょう。関東電気ファン協会。伊集院光とラジオとダイエットと、この時間は大同生命の提供でお送りします。伊集院光とラジオとダイエットと、さあ、毎週月曜日朝一番恒例のパンツ一丁体重測定です。今ラジオの前の皆さんにお聞きいただいているのは朝に収録済みの音声です。今週も午前8時です。引き続き新井ちゃんとは密を避けるために距離空いております。先週の体重 102.9 キロでしたが、今週はパンツ一丁体重計に乗り合いまして、アイロックして離れます。発表します。お願いします。 100!2.9 キロ、9キロキープ。増えなかったのはゲームのおかげ。伊集院光とラジオとダイエットと、このコーナーは伊集院光さんが無理のないダイエットでいつの日か TBS ラジオの周波数と同じ 95.4 キロになることを目指しています。リスナーの皆さん、生温かい目で見守ってください。なんか今週、うん、こう前やってて一度こう亡くなってた、うん、散歩で歩いて、地図を塗りつぶすっていうゲームがまた再開したのね。はい。で、ちょっと、ウォーキングが、多分今日歩数がちょっと多めだと思います。ね、ただ、キープです。さあ、こちら行きましょう。大同生命プレゼンツ、ウォーキング宝くじ。さあ、新しいシステムは合言葉を早めに聞いてもらっているので、うん、ラジコによるタイムラグには強くなってると思います。そうです ね、今週の合言葉20点です。20点。さあ行きましょう。練馬区の村林大輔さん、ちょうど1ヶ月前にもらったやつなのでギリ有効ですね。村林大輔さん44歳お電話かけてください。かけます。さあどないだ。20点。コロナ禍の影響で夫婦ともども帰省ができなかったので地方のお取り寄せグルメを家で堪能したい。あ、なるほど、いいじゃんいいじゃん。どうだ村林さん、20点。1ヶ
月、まあ、まあ、4週間有効なんですけどね。それはお知らせしてるんです。ダメか。ダメか。まあ、出した次の週とかはすごい聞いてくれそうだけどね。ねー、ちょっと経っちゃったか。あー、しゃあない。ごめんなさい。続いていきます。はい。埼玉市磯崎優子さんです。磯崎さん。文鳥のひなと籠を飼いたい。あらー、かわいい。昔飼ってたよ、うちも。いや、文鳥いいね。文鳥見かけなくなったね。文鳥ね。うちの近く、もう鳥屋さんとかが、もう小鳥屋さんが閉めちゃってっかな。どうだい、文鳥、飼ってほしいな。20点。かわいいんだよ。もしもし。あ、合言葉言えますか？すごい。20点。言ったー。ナイスリアクション。ナイスリアクション。かわいいリアクションもらったね。あ、もしかしてラジコ？ラジコです。ラジコじゃん。すごい。自分が。すごい。20点ってるよ。じゃあ、自分のとこかかってくる覚悟がないまま電話鳴ったの？そうそうです、そうです。いやー、嬉しいね。すごい。いやいやいや、ありがとうございます。磯崎優子さん、この声はもう優子ちゃんって呼びたいですけど、優子ちゃんは、はい、あ、文鳥飼う？文鳥、文鳥をずっと飼いたいと思ってて。かわいいよ、文鳥はかわいい。ほんと昔飼ってた。かわいいですよね。かわいい。私も昔飼ってたんで、また飼いたいなと思って。いくらぐらいすんのかね、今。でも1000円か2000円だって聞いたんですけど。そうだよ、そこまで高くないよね。はい。なんか昔だと家の周りに必ず小鳥屋さんがあってさ。はい。で、見かけたもんだけど最近減ってるからね。ないですね。なかなか見かけないですよね。今日、ちょっと、いつもよりは多めに歩いてます。はい、あ、本当ですか？歩数言います。はい。52,954 歩。賞金1万円超えまして、15,910 円です。すごい。ありがとうございます。52,954 歩ってなんか数字もいいですね。954だね。954。すごい。でもちょっと慎重に選んで文鳥買ったら、はい、名前つけたりしたらお手紙くださいな。あ、はい、わかりました。ちなみに一匹、はい、一匹です。まずはあれね、つがいで飼うとまたすげえ増えんのよ。あ、そうなんだ。あ、それも楽しみなんだけど、まずは1話だね。はい、そうですね。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。失礼します。アナウンサーが文鳥を一匹っちゃいけない。すいません、一番、一番ちょっと言った後に思った。ということで、以上全部まとめて、伊集院光とラジオとダイエットとでした。ここで、大同生命からのお知らせです。大同生命は、経営者保険のパイオニアとして、中小企業とそこで働く皆様をお守りするため、中小企業のお客様にお役立ていただける保険商品やサービスを提供しています。大同生命のイメージキャラクターは女優の春さん。春さんは CM で中小企業のかけがえのない物語を支える大同生命の思いをお伝えしています。現在全国で新しい CM を放映中。大同生命のホームページやYouTube 公式チャンネルでもいつでもご覧いただけます。パソコンやスマートフォンからぜひアクセスしてみてください。これからも日本を支える中小企業の皆様のお役に立ちたい。37万社の中小企業を支える責任、大同生命。伊集院光とラジオとダイエットと、この時間は大同生命の提供でお送りしました。自転車協会プレゼンツミラクルサイクルライフ、7代目自転車名人の私石井正則と引田聡が番組のハンドリングを務めます。健康や美容にもってこい、手軽で経済的、何より乗ってて楽しい、そんな自転車を身近に感じていただくひととき、日曜夜6時30分から。よし、散歩行くぞ。よかったね。じゃあお父さん、これ食べてって。歩みのゼリー。え？毎日の食事と運動にプラスしてみない？それは最新完成役者の歩みのゼリー
根の力。特保ではなく、機能性表示食品です。あゆみのゼリーには、ブラックジンジャー由来、ポリメトキシフラボンが含まれています。この成分は、年齢とともに低下する足の筋力に作用することにより、中高年の方の歩く力を維持することが報告されています。お、食べやすい。これからも毎日お散歩行きたいもんね。食事、運動、歩みのゼリー。まずは無料のお試し3本セットをどうぞ。歩みのゼリー。お問い合わせは 0120-777-444、777-444、最新完成役所まで。千代田セレモニーは大切な人を偲ぶ気持ちに寄り添って心を込めて皆様の思いを形にさせていただきます。一人一人に合わせたお葬式を安心できるご予算で、ご相談は千代田セレモニーまで。いざという時あなたのそばに。時刻は9時51分です。ここで TBS ラジオ交通情報です。警視庁の長谷川真紀子さん、お願いします。はい、お伝えします。東名高速道路の上りは、東京料金所の先で行われていました事故の処理と、東関東自動車道の上り湾岸市川付近の事故の処理終わっています。首都高速道路は横羽線の上り塩入付近は故障車のため1キロ半を10分。この首都高速道路はこの後9時55分から2号線の上り天元寺、10時からは都心環状線の内回りが、霞が関の入り口が警備のため一時的に利用できなくなります。そして前にありました事故の調べが行われるため、この後午前10時30分から1時間ほどの予定で、湾岸線の東行き湾岸環八の出口が利用できなくなります。一般道路は千葉県内の国道16号線の外回り、八千代市与那本では付近でレッカー作業が行われているために渋滞が1キロです。警視庁から以上です。ありがとうございました。次の交通情報は10時25分頃お伝えします。リリー、あれれのりー、ご存じないんですか？慢性腎臓病。慢性腎臓病。それは自分では気づきにくい病気。皆さんご注意を。日本腎臓財団 AC ジャパンはこの活動を支援しています。ここで第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人より、 B 型肝炎の方またそのご家族の方へ国からの給付金のお知らせです。集団予防接種が原因で B 型肝炎ウイルスの持続感染者となった方は全国で40万人以上。国はその方々に対し最大3600万円の給付を始めました。昨年のお客様への給付金は平均850万円以上。まずは B 型肝炎無料診断ダイヤルで、あなたやご家族にいくら給付されるのかをご確認ください。家族を肝臓病で亡くされた遺族の方にも給付の可能性があるので、生死に関わらずご家族の相談も。お電話は 0120-70-7000 番、70-7000番。お客様の中に温泉好きな方いらっしゃいませんか？え？はい。お伝えしたいメロディーがございます。有名温泉地に49カ所、お得に通える温泉宿なら、いい湯加減、旅加減、伊藤園ホテルズ。 TBS ラジオ一位光るとラジオと、この後10時からは7代目電話のお姉さんでキャスターの近藤香織さんが登場です。お楽しみに。山崎伊集院光とラジオとエピソードと、この時間は山崎パンの提供でお送りします。山崎伊集院光とラジオとエピソードと、今週のメッセージテーマはウィズコロナよもやま話です。メッセージを紹介した方の中から毎日1名様に、美味しさと品質の山崎から厳選した小豆と甘栗をふんだんに使用した栗花のこと、甘さを抑え自然の風味を生かした芋羊羹、北海道産牛乳を使用したくず練りミルクと、ぜんざいに一口タイプの羊羹が入ったバラエティ豊かな和菓子詰め合わせと、ヨーグルト風味の2種類のプリンに、フルーティーな風味のみかん、ピーチ、グレープのゼリー、サクサクとした食感の富士屋デリシャスパイが入った洋菓子詰め合わせをセットにして山崎からプレゼントいたします。もう文鳥買いたくてしょうがなくなってしまった。
白文鳥といわゆるこう文鳥の色、あの黒と灰色とのあの文鳥の色とどっちがいい、どっちがいい、グレー、あ、グレー、グレーの文鳥色の、これ白かな、手乗り、手乗り文鳥にしたいわ、可愛いですね、絶対今神さんとかてめえは世話しねえだろって絶対思って聞いてると思いますけどね、可愛いですよね。さあ、ラジオネームキリングガンスさん32歳、伊集院さん、アシスタントさん、おはようございます。おはようございます。おはようございます。大きめの商業施設の入り口に警備の方が立っており、お客さんに対して感染予防のため手指消毒にご協力くださいと声をかけているところをよく見かけます、うんうん、これつい最近まで手指消毒ご協力くださいを手指消毒だと思ってました。確かにシュシュってやるもん、手指消毒ね、シュシュってやるから、ね、手の指と書いて手指消毒なんだけど、手と指って書いて、なるほどね、スプレー式のボトルが多いからね、なるほど、シュシュ消毒って思うわ、子供とか絶対思うわ、思ってるでしょうね。あ、あと言ってる人がマスクしてたりすると余計聞こえづらいから、はいはいはい、こもったりする、ね、そうだよね。俺はもうシュシュ消毒って呼んできますよ、むしろ、ね、いいと思いますよラジオネーム飲みすぎは良くないさん42歳、で仕事の関係で今関東の各県に出張してますと、でホテルのチェックインの時に申請書を書いていろいろサインしてルームキーを渡される、まあそういうホテルがほとんどなんですが、ここまでの一連のチェックインの作業が終わってから毎回検温をされます、うん、いつもおかしくねって思うまず検温してからじゃねっていう、ああそうだよね、ね、そうだよね、検温して大丈夫ってなってからチェックインのこととか書いた方が、うん、結局全部無駄になるもんね。いろんなホテルに宿泊していますが、ほぼ全てで最後に検温をします。ひどいところだと領収書の発行まで終わってから検温、ほーん、まず入り口で検温しちゃえば良さそうなもんだけどね。ね、あと全然知らないことがウィズコロナ行われています。何ですか、この方は本当によくあのメッセージをくださる、ラジオネーム監修さん58歳の方、うん、東京ドームシティの戦隊ヒーローショー、子供たちが頑張れ頑張れと声を出すことができなくなったので、うんうんうん、代わりにオリジナルペンライトで応援ができることになりました。素敵なアイディアと思いましたが、オリジナルペンライト付き入場チケット意外に高い、3250円、普通のチケットが1750円、結構高えな、おー高い、いいペンライトなのかな、でもライトがキラキラしたら演者さんも嬉しいだろうと思う、演者さんってサメなさんなヒーローもねえ、ヒーローたちも嬉しいでしょうしって書いてありますけど、へえ、やってんだね。でもさ、今までそれこそやっぱり新しいフォーマットを知りたい、うん、今まではみんなが元気な声で呼ばないとなんとかマンは立たないぞみたいなことを言うわけじゃん、うんうんうん、これで頑張れ頑張れとか、うん、何々マンってやるわけ、やってたじゃん、うん、あれ今は変わってんのかな、してんだろう、みんなで念じようなんつってムムムムムみたいなそういうふうになってるの、見に行った人ぜひ教えてください。順位ひかるとラジオと、今週のメッセージテーマはウィズコロナよもやま話。コロナ禍の日常生活でいろいろと工夫したり工夫しすぎたりしたエピソードを教えてください。はがきの方は郵便番号 107-8066、 TBS ラジオ伊集院光とラジオとまで。ロイヤルブレッド、パンってね、そのまま食べると本当の美味しさがわかるの、だからサンドイッチも手軽に美味しく、うん、美味しいパンは生でわかるんです。山崎ロイヤルブレッド、山崎伊集院光とラジオとエピソードと、この時間は山崎パンの提供でお送りしました。高橋秀樹です。
大切な遺言書のことなら朝日信託のしっかり遺言。今週はここ、いつもテンション上げるのに両手上げるんですけど、はいはい、あの右肩が痛くて上がらないっていう。そうだ、右痛めてんですよね、でこのいつもビンゴコーナーのたびにうってなって多分悪化してます、さあ、この音が鳴ったということはみんな電力プレゼンツ電気大ビンゴのお時間です、みんな電力さんご提供のコーナーです、自分の考えで電気を選んでほしい、毎月自分がどれぐらい電気を使ってるのかを気にかけていてほしい、だから検針表をチェックしてほしい、大事にしてほしいというご要望を、まあ、みんな電力さんから預かりまして、でこういう仕組みを作りました。皆さんのお家に毎月届く検針票、これがそのままビンゴカードになります。で毎週3桁の当選番号を番組内で決定発表します。でお手持ちの検針票に記載されている電気料金の下3桁がこの数字と一致した方の中から抽選で1名様に毎月の電気代1万円をプレゼントします。はい、これ文鳥買っちゃダメです。電気代ですから電気代の方浮いたやつで文鳥を買えばいいんですけどね、さあ、前回、第79回、当選者の発表です。先週の当選番号129129、電気料金の下3桁が一致した方が全部で16名ご応募いただきました。で厳正なる抽選で選ばれた当選者の方は愛知県名古屋市にお住まいの加藤明人さん、おめでとうございます。おめでとうございます。さあ、晩年のため原本確認しまして間違いなしということで、1万円お送りさせていただきます。で惜しくも外れてしまった15名の方にも抽選でステッカーを送らせていただきます。さあ行きますか。うん、でもほんとさっきもちょっと話したんですけど、954も905も、うん、あと111222全然出ないんだよね。出ない、ね、出したいな。誰が出すんでしょうか。アシスタントの中で最初にそれらの数字を出すのが誰なのか、うん、今新井ちゃんの手元に赤青緑3つの10面体ダイスが入ったカップがあります。私の合図で、これをカラカラのポンしていただいて出た目を赤青緑の順番で読み上げて当選番号決まります。はい、それでは記念すべき第80回みんな電力プレゼンツ電気大ビンゴ当選番号の決定&発表です。新井ちゃん、ダイスをお振りなさい。はい、はい、オープン。はい、赤2、青0、緑1、普通の201。まあ出ないわな。出なかった、さあここからが大事ですよ、201当たったという方は検診票のコピー、もしくはウェブ明細って方はウェブ明細の人プリントアウトしたものと住所氏名年齢電話番号を書いた紙を郵送してください。締め切りは10月の9日金曜日までに番組サイドに届いた分が有効です。当選された方には検診票に書いてある住所と氏名のもとに現金書き留めをお送りいたします。さあ、宛先お願いします。はい、宛先、郵便番号 107-8066。TBS ラジオ、伊集院光とラジオと、電気代ビンゴの係まで。検診票には個人情報も記載されていますので、必ず封筒に入れてお送りください。そして、外れてしまった検診票も、翌月に繰り越して使用できますので、そのまま保管しておいてください。もう、だから相当バッサバッサと今、ビンゴカードある人いますかね。2019年2月からですかね。ねえ、チェックしてみてください、うん、以上みんな電力プレゼンツ電気代ビンゴでした。ここでみんな電力からのお知らせです。ご存知ですか、今お家の電力を自然エネルギーに切り替える人が増えています。自然エネルギーとは風力や太陽光など地球に優しいエネルギーのこと。そこでおすすめなのがTBS ラジオの電力も供給するみんな電力。みんな電力は自然エネルギー比率がナンバーワンの電力会社。どこよりも自然エネルギーにこだわるからこそ、どんな人が発電しているのかまでわかる仕組みを採用しています。例えば津波の跡地で太陽光発電に挑戦する福島県の三浦さんや、使われなくなった畑を発電所として再活用し地域に貢献する神奈川県の小山田さんなど、
電力を選ぶことで彼らを応援することにもつながるんです。さあ、あなたも地球の未来のために自然エネルギーナンバーワンのみんな電力に切り替えませんか？詳しくはみんな電力で検索。 TBS ラジオ伊集院光とラジオと近藤香織とおはようございます。森本武郎スタンバイ終わりでスタジオ移動してきました。よろしくお願いします。 TBS ラジオ伊集院光とラジオと、改めましてこんにちは、伊集院光です。こんにちは、アシスタントの新井真希です。やっぱりこの声だっていう感じするね。ねえ、今日のゲストキャスターの近藤香織さんです。全国子ども電話相談室7代目電話のお姉さん、はい、ね、でもちろんあのキャスターリポーターでもありますから、うん、あの森本武郎スタンバイって何年やられてるんだろう。ちょっとそのあたりもいろいろお聞きしたいと思ってますが、はい、やっぱりあの僕らも一応この全国子ども電話相談室を継ぐわけで、うん、どういう、こう心構えとかね、はい、あと今まで大変なことありましたとか、うん、心に残ってるやりとりありましたかみたいな、知りたい、その話をきちんとお聞きしたいと思っております。この後キャスターの近藤香織さんすぐ登場です。伊集院光とラジオとゲストと、この時間は金福明太パーク他各社の提供でお送りします。氷川きよしです。見たい、知りたい、食べたい、金福明太パーク、出来たての明太子、明太ジャンボおにぎりに明太ソフト、無料で工場見学もできちゃう。みんなで来てね。明太パーク大洗、水戸大洗インターから10分。10月は受信環境クリーン月間です。家電製品などから発するノイズによりラジオが聞き取りにくくなってしまうことはありませんか？そんな時はノイズ発生源から遠ざけたり、窓際に近づけて受信する工夫をお願いします。関東受信環境クリーン協議会からのお知らせでした。伊集院光とラジオとゲストと、ここからはゲストをお迎えしてゲストにまつわる〇〇とについてお話を伺います。本日のゲスト近藤香織さんは神奈川県出身。1998年、 TBS ラジオの情報キャスターとなり、 TBS ラジオ森本武郎スタンバイのコーナー現場にアタックのレポーターを担当。以来現在までおよそ22年間レポーターとして出演されています。2002年には TBS ラジオの伝統ある長寿番組全国子ども電話相談室の7代目電話のお姉さんに抜擢され、情報キャスターの歴史上初となるパーソナリティを担当。番組が終了する2008年まで最後の電話のお姉さんを務め上げました。現在も TBS ラジオを支えるキャスターの近藤香織さんが本日のゲストです。ということで、スタジオに近藤香織お姉さんです。こんにちは、よろしくお願いします。どうしました、どうしました、伊集院先生、どうしましょう。いやいや、あのもう僕は普通のお兄さんとしてあ、でもそれこそ武郎さんところも22年ですか。そうなんです。武郎さんの前で22年大丈夫だったら、はい、こんな番組なんでもないじゃないですか。とんでもないですよ、大変。でもこうやって、そうですよね、経歴紹介なんかあって、はい、この後、はい、どうしてキャスターになったんですかあたりから入りますから。そう、自分のことは喋ったことがないんですよ、ほとんど。なるほど。レポートしてるので、うんうん、いつも取材してその内容を喋るので。そうですよね、はい、でもバシバシ聞いてきますよこの仕事ついたきっかけ、まあ、この仕事を志したきっかけでもいいんですけど、はい。まず何からですか？一番最初に多分、人の前で話すのがいいなって思ったのは、はい、小学校の運動会の閉会式の終わりの挨拶っていうのを読んだ時に、うんうん、みんなが聞いてくれてるっていう空気が一瞬感じられて、わーって思ったのが多分最初だと思ってるんです。だからね、電話相談室をプレッシャーに感じるのは、その小学生ぐらいの多感な頃のちょっと褒められたこととか、ちょっと楽しかったことが、
結構、その後すごい影響しますよね。しますよね。すごい思う。だって自分国語の授業で読み方うまいって言われたのが、多分、この職業に繋がってる気がしますから。うんうんこの間、8月の放送が終わった後に、はいはい、私がお姉さんだった頃に、子供で電話いっぱい、質問かけ、来てくれた子が、大人になっていて、聞いてくださって、だけど、当時のこと今でもすごく覚えてるって書いてくれてたので、やっぱり純先生おっしゃるように、みんなはこう、覚えてるんだと思うんですよね。そうですよね。うん、毎日、俺らは毎日のことで、雑にラジオやってます。ダメだよ、それじゃあ。毎日ちゃんとやれよ。だけど、子供にとっては初めてであり、それが一回であり、ほんとそうですよね。うん、はい。ちょっと肝に銘じときたいです。はい。ね。あと、具体的にじゃあ、こう、キャスターの仕事に向かっていくのは、は、大学卒業して、はい、アパレルのお仕事をしてたんですけれども、はいはい、その時に、1年間でお仕事辞めて、はい、3ヶ月ぐらいずっと無職だったんですよ。ごめんなさい、1年で辞めちゃったんですか？辞めちゃったんです。あれあれ。やっぱり喋る仕事やりたいかなって、ふと思ってしまって、辞めたんです。うん、すごい。辞めたんですよね、うんで。毎日テレビとかずっと見てて、っていうだけの生活をしてたんですけど、ある日たまたま目にした、求人雑誌に、はい、ラジオレポーター募集、って書いてあったんです。だから、そうです。954キャスターの会社なんですけど、もうこれをじゃあ最後にして、これでもしダメだったらもう二度とそういうふうに思うのはやめようと思って、最後に履歴書を送ったら、取っていただけて。初めて喋った現場とか覚えてます？喋った時のこととか。覚えてます、覚えてます。中継なんで、外でマイクを持って喋るんですけども、はいはい、マイクと原稿を持つんですよね。はい、ガバンみたいなのに原稿を入れて、はい、で、その原稿を持ってる手とマイクを持ってる手が両方震えてるので、ずーっとカチ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 。当たってんだ。当たってんだ、すごい。何の聞いてるじゃん。何の音だろうな、このカチカチって。ストップウォッチより早いしな、みたいな。はい。という1分間の中継がデビューでしたね。もうその後先輩にもうマイク離していいよって言われたんですけど、力入りすぎてて、手が離れなくなりました。自分も若手の頃、そういう外レポーターの経験ありますけど、うん、まあ、ありとあらゆるアクシデント起こるじゃないですか。はい。まあ、大変ですよね。大変ですよね。いろんな音が降ってくるし。そうなんですよ。本番直前まで静かなとこだったのに、急に知らないおっさんトランペット吹き出したりしますからね。今っていうの全然ありますよね。ありますね。あります、あります。でもこれすごいのが、まあ、情報キャスターから、はい。この、子供電話のお姉さんって、結構な大抜擢じゃないですか。いや、もうこれはもう本当にびっくりしました。もともとは、私の前のお姉さんの時に、出張子供電話相談室っていう、やっぱり中継のコーナーがあって、はいはい、で、その時間のお姉さんをやってたんですよ。なるほど。はい。で、経験のある人っていうところがここで生きてくるわけだ。もしかしたらそうなのかもしれないです。へぇー。でも、もともとその子供と対面しておしゃべりするっていうのは、好きだったり得意だったりしたんですか？好きなんですよ。私学生時代に教職免許も取ったんですけど、うん、教育実習行ったりとかもしましたし、はいはいはい、あと塾でバイトしたりもしてましたし、そう、子供たちとこう関わるのはすごく好きだったので、中継行った時も楽しかったですし。いや、なんか自分が思うのは、それは新番組とかだって緊張しますよ。それは緊張しますけども、もう7代目ってなっちゃうと、ちょっと違う緊張、だって自分が聞いたことある、知ってる番組を継ぐって、はい、ちょっと緊張度がまたすごくないですか？いやいや、もう本当に緊張しました。もう子供の頃もちろん聞いてましたし、うん、このお仕事ついてからも他のお姉さんの放送はずっと聞いてたわけなので、こうお手本がたくさんいて、うん、誰にも似ていないとか、誰にも追いつけないし、どうしたらいいのかも全くわからないですし、今まで喋ってた時間って一番長くても10分ぐらいだったのに、うん、1時間番組をやるなんて、っていうもう息がこう止まりそうになるぐらい緊張して。いや、わかりますよ。だってわかんないけど、例えばね、コントで子供の電話相談室のコントやろうってなると、あの音楽だし、うん、もうなんかすべてがみんなのお手本みたいなところにあるから、そこ抜擢されんの大変。あと先生のメンツもすごいから。
え、今まで覚えてる、はい、なんですかね、ちょっと先生の名回答でもいい、珍プレイでもいいんですけど、何かあります？一番すごいなーって思ったのは、はい、私、サンタさんに会うにはどうしたらいいですかっていう質問が来たんですよ。結構攻めた質問ですね。そうですね。はい、割とね、はい、小学校上がるか上がらないかぐらいの子です、はいはい。で、この場合、サンタさんには会えることが前提なので。そりゃそうです。子供電話相談室です。そりゃそうです。はい。そうしたらば、理科の先生が、はい、すごいなんか専用の電卓を出してきてですね。ほう。要するに夜から朝までの時間を時差も含めるとこのぐらいの時間があって、はい、で、人口がこれくらいなので、スピードとしては、時速160万キロメートルぐらいで、サンタさんは移動しなければならない。はい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 、はい。これきちんとした計算ですと。はいはい。で、このスピードというのはジェット旅客機の2000倍ぐらいの速さなので、多分君の家にも来てるけれども、うん、早いから、ちょっと見るのは難しいかもしれない。天才、やっと謎が解けたよ。それで俺、子供の頃見れなかったのか。そうです。来てるんですけど。天才ですね。いや、素晴らしい。そう、これは、なるほどそうだったのかと思いましたし、あとは、エイ先生の、はいはい、天国ってどんなところですか？すごいね、これまた、こっちびっこの質問でしたもんね。そうですね、そうですね。これも小さい子でしたけど。なんて答えるんですか？俺のエイ先生のイメージだと、ないって言いかねないから。確かに。天国って、いいところらしいよ。うん。行った人が帰ってこないもの。まあ、もう、トンチだよ。トンチだよ。いいとこなんだろうな。A さん全然帰ってこねえもん。そうなんですよね。ねえ。ちょっと住み心地悪かったらたまに帰ってきてくれそうなもんなんだけど。いや、なんか、ねえ。そうですね。やっぱり感動しちゃいますよね。すごいなって思うときが。いや、だけどなんか本当に、僕きちんとその A 先生とお話ししたのは、子供電話相談室に出してもらった時で、うん、はい、なんか、すっごい、こんな言い方変だけど、もう百戦錬磨の A 先生だけど、すっごい真剣に取り組んでましたよね。そうですね。で、俺緊張してたら、僕だって緊張するんだよって言ってましたよ。子供電話相談室はっていう。そうなんです。A 先生、多分最初の7、8年ぐらいは、声がかかっても、うん、本当によっぽどじゃない限りは、断ってたっておっしゃってました。嫌で。いやいや、やっぱり、変なこと答えられないじゃないですか。間違った知識ってわけにもいかないし、はい、で、言ってたよ、ごまかすとわかるんだよ、子供って、みたいなことをすごい言ってたから。あとやっぱり名物は、無着生協先生。そうですよね。アリは歩いてるんですか？走ってるんですか？アリいてんじゃないかなって。ダジャレアリかいっていう。ね、ダジャレアリなんかいっていうね。そうですね。面白いけど、回答もね。そうですね。でも、無着先生が心はどこにあるんですかって、これ子供電話相談室ではすごくよくある質問で、はい、この間も一緒に先生ね。ありました、ありました。質問、はい、ありましたけれども、はいはい、その時に先生が、どこにあると思う？頭？違う違う。あそこは計算機だ。心臓のとこ？違う違う。あそこはポンプだ。うん、で、あなたちょっと靴下を今脱いで、足の裏見てごらん。うん、足の裏にちょっと凹んだところがあるでしょ？土踏まずっていうね、うん。先生はそこに心があると思う。そこを押してごらんって言って、うん、ちょっと痛いけど気持ちいいでしょ？ここを時々押すと体にもいい。です。なのね。そこは普段誰の目にも見えない。あなたからも見えない。足の裏だからいつも踏んづけている。でも、あなたをぐんと、支えてるんだよ。それあれなのかな、やっぱり無着先生お坊さんだからなのかな、やっぱりいつもそういうことを考えてらっしゃったりとかするのかしら。ねえ、でもそうなんじゃないのかなって思うんですよね。まあ、今度始まるやつはちょっとスタイル違うんですけれども、近藤香織お姉さんの、これだった特番もそうですけど、はい、何人かこう先生がいるじゃないですか。ええ、それでいて、その場で、刺すじゃないですか。あれ、基準、なんで、何で基準決めてるんですか？嫌ですか、ね、急に刺されるの？みんな全員下向くんだよ。ほんで、とりあえず、これは手強いぞ、みたいな。人間や動物はどうして子孫を残すんですか？なんて言った途端に。もうすぐ下向くんですけど。あれは、ね。そうですよね。あれ、これ、電話の時なんですけど、こういう質問を聞いて、聞き取ってくれ、オペレーターさんが聞き取ってくださって、はいはいはい、で、これを、質問が、電話が繋がる20秒ぐらい前に、お姉さんにだけ見せてもらえるんですよ。はい、先生方には見えない方法で見せてくれるんですよ。はいはい、で、その時に、
さてどうしようかなと思うわけですよ。これは誰がいいかなっていう。はい、思うんです。で、A 先生から、司会じゃなくて監督みたいな気持ちでいなさいって言われたことがあったんですね、お姉さんっていう立場は。だからここはピンチヒッターだとか、よしここで盗めとかっていうことを考えろってすごく言われていたので、なるほど。そう、これきっと皆さん伊集院先生に行くだろうなと思っていらっしゃるだろうけど、変えてみようかなとか。すげえ。そうなのよ。伊集院先生はね、意外にね、送りバントタイプで、うん、で、ハイダ翔子先生あたりがホームランバッターなのよ。どっちを起用するかは、そうですよね。お姉さんの采配にちょっとかかってますもんね。そうですね。でも、A 先生もね、答えたくない質問があると、鉛筆よくカランって落として、机の下に隠れたっていう。すごい。小学生みたい。すごいね。あんだけの大御所なんだから手でバッテン作っても良さそうなもんなんだけれども、ね、エチケットとして一旦鉛筆を落として拾おうとするっていう、いなくなるっていう、面白い。そうですね。森田先生とかはもう両手ともう、首も全部振ってやだ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 って。へぇ、あ、もう絶対来んなよってやってんですよね、はい、ジェスチャーを。なので、はい、嫌だとおっしゃってる森田先生お願いしますって。言っちゃうんだ。じゃあ多分その頃のオンエアを聞いてみると、森田先生がいる日にバタバタ音がしてるかもしれないね。もしかしたら。してると思います。他にも、またこれから、それこそ、俺らの計画では、はい、お姉さんにも、先生で来てもらいますからね。え？俺らはもう全然先生で来てもらう予定でいるんですから。いやいやいや、ね、お姉さんは、電話を取るのは上手です。いや、近藤香織お姉さんになんかこう、聞きたいこともみんないっぱいあると思うんですよ。ラジオのお仕事ってとか、うんうん、そういうのあると思いますから、ぜひぜひ来てほしいんですけど、ね。え、近藤香織お姉さんに質問って今まで来たことありますか？質問はないです。基本的にはなかったです。最終回の日にお話ししたいから電話つないでもらっていいですかっていうのが、放送が終わった後にあって、今までありがとうございましたって言ってくれた子とかはいましたけど。でも子供たちって絶対お姉さんになりたい人が絶対いっぱいいると思うよ。私もなりたかったんです。子供の頃。そういうことですよ、はい。そういうことですよ。だって、あの A さんから何からね、はい、次は A さんって、もう指名してる、この、なんていうのかな、役割って子供って感じる、絶対感じてんですよ。あのお姉さんが決めてるんだってことに憧れたりとか絶対してるから、じゃあ一回 CM 挟ましてください。近藤香織さん、キャスターの近藤香織さんを迎えしております。令和2年度第68期 TBS 子供音楽コンクール。今年度は新型コロナウイルスの影響でホールでの審査や全国大会が中止となりましたが、関東地方では録音した演奏による音源審査を行います。現在参加を募集中。感染予防のためのガイドラインに沿って練習・録音を行い、ぜひご応募ください。締め切りは10月30日金曜日必着。応募方法やガイドラインについて詳しくは TBS 子ども音楽コンクールホームページをご覧ください。音楽が大好きな小中学生のたくさんのご参加お待ちしています。伊集院光とラジオとゲストと、この時間は金福明太パーク他各社の提供でお送りしました。手や指の痛みでお悩みの方から最瞬間制約所にこんな声が届いています。指がこわばり包丁を握るのも、手首が痛くて雑巾を絞るのも辛くて、このままじゃいけない、そう思っていた時、お友達が最瞬間制約所の通算糖を教えてくれました。通算糖はリュウマチや関節炎による手や膝の痛みなどを緩和する漢方に学んだ医薬品です。無料の市教薬のお問い合わせは0120-305-305、 0120-305-305 です。朝8時から夜10時まで。通算糖は指定第二類医薬品、薬剤師登録販売所にご相談の上、使用上の注意をよく読んでお使いください。法律事務所ホームワン、今ホームワンへ借金整理や過払い金のことで相談が寄せられています。自粛の影響で収入が減った、借金をこれまで通り返し続けるのが難しい、カードでの支払いに追われている、過払い金は出るのだろうか、借金整理について聞いてみたい。ホームワンがあなたに適切な借金の整理の仕方を提案します。0120-316-279 東京弁護士会所属弁護士法人法律事務所ホームワン。
出張買取のバイセル。着物、切手、ジュエリー、骨董、古銭など電話一本でご自宅へお伺いし、その場で現金買取。出張料、査定料、キャンセル料も一切かかりません。0120-09-09-06 バイセル。 TBS ラジオをお聞きの皆さん、あなたの会社や商品、キャンペーンを TBS ラジオで紹介しませんか？ CM 内容や価格などお気軽に何でもご相談ください。詳しくは TBS ラジオ広告で検索できます。ご連絡お待ちしています。ではここで TBS ラジオ天気予報です。気象予報士の長谷部愛さん、お願いします。はい、今日の関東地方は午後になると日が差して半袖の陽気になるでしょう。今日は昼前までは所々で弱い雨が降りそうです。午後には止んで次第に晴れてくるでしょう。で、最高気温は25度から26度くらいで、昨日と同じかやや高くなりそうです。で、明日はよく晴れて雨が降ることはないでしょう。朝の気温は北部で今日より大幅に低く12度前後で、まあ、冷え込みに今夜から注意が必要です。で、南部は今日より少し低い18度くらいでしょう。ただ今週木曜日頃は雨が降って、今週後半は東京など南部でも朝の気温が13度前後まで下がります。週の後半は南部でも秋物のコートが必要な寒さとなりますので、ご注意ください。以上です。ありがとうございました。気象予報士の長谷部愛さんでした。映画82年生まれキム・ジヨン、原作は日本でも社会現象となったベストセラー小説。ジヨンの心はなぜ壊れたのか。これは共感と絶望から生まれた希望の物語。映画82年生まれキム・ジヨン、10月9日劇場公開。時刻は10時27分になりました。ここで赤棒がお送りする TBS ラジオ交通情報です。警視庁の飯島純さん、お願いします。はい、お伝えします。首都高速道路は横羽線上りの塩入付近、故障車のために1キロ半を10分、影響で横浜北線上りは生麦ジャンクションを先頭に横羽線に合流する車で流れが悪くなっています。また三郷線下りは加平付近で緊急工事を行っています。渋滞は中央環状線内回りに伸びて、小杉ジャンクションを先頭に5キロを20分です。一般道神奈川の国道246上りは、新二子橋を先頭に断続5キロ。千葉の国道6号は、我孫子市代田を先頭に茨城に向けて2キロです。以上です。ありがとうございました。次の交通情報は10時53分頃です。できることは何でもやります。単身引っ越し、緊急輸送、定期配達、長距離配送、赤棒は安くて便利。赤棒のドライバーは親切丁寧、お預かりしたお荷物を大切にお届けします。まずは赤棒首都圏で検索してください。お荷物は赤棒。伊集院光とラジオと近藤香織とサラリーマンの声と、改めまして今朝はゲストにキャスターの近藤香織さんをお迎えしております。ここからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。すごい、子供電話のいろんな資料を持ってきてくださってて。そうなんです。これいろいろなことがあったんですけれども、お姉さんもですし、A 先生がちょっと叱られたっていうことが実はあって、宿題をね、遊ぶ前にやってしまえって親に言われるんだけど、僕は遊んでからやりたいんだけどっていう相談があった時に、A 先生が先に済ませた方がいいよねみたいな話をずっとされてたんですよね。で、お姉さんもやっぱり済ませちゃった方が、ね、気分が楽になるんじゃないって話しかけてたんですけれども、さっきの理科の柳田理科夫先生が、宿題に関して言わせてもらうと、ちょっとこれは根本的に非常に根深い問題だっておっしゃって、宿題を済ませるっていう考え方でやるぐらいなら一つもやらなくていいと思うっておっしゃったんですよ。で、なぜかといったら、野球選手とかがランニングしたりキャッチボールしたりするのは、いい大きいプレーをするためのこう下積みっていうか、だから、そうですね、そうなんです。で、そういう気持ちじゃないんだったらっていうふうに言われて、今 A さん、 A 先生もお姉さんも言いましたけどって言われたことあって、A 先生と二人で、そうでした。
その中でスタジオの中で、はい、それは柳田先生は柳田理香先生はすごいね、 A さんにそれ違いますってなかなか言えないもんね。俺 A さんにテレビに出たいんですけどって子供が A さんにさ、もうね、うん、そんなもの出なくていいって言われてましたね。ね、あそこで A さんに、でもって言えなかったね、俺ね、ね、なかなか言えなかったもんね。でも伊集院先生、なんで大人はお土産あげるときつまらないものですがって言うんですかっていう質問がきちんと子供電話のホームページに載ってますよ。え、俺それ答えてるんですか。お答えになっていただいてます。なんだろう、はい、面白いもんですよって言うとすげえ期待しちゃうから、うん、やや面白いものでもチェって思うからよね。なるほど。子供向けにおっしゃってます。なんて言ってるんですか。これはですね、やっぱりすごく面白いものですよって初めから言っちゃって、もしその人にとって面白くないものだったらがっかりしちゃうでしょ。ああ、よかったよかった。ちゃんとしてる。すごい。だけど、あらかじめ つまらないかもしれませんよって言って、つまらないだろうなと思って開けたら、それほどダメージがないよ。いやいや、でも僕一生懸命答えたはずですよ。いやいや、そうです、そうですよ。なんか僕らがこれから、その、子供電話相談室に関わる、はい、関わる後輩です。ね、から、すると何かこう教えじゃないけど、うん、こういう心がけが必要ですよみたいなことありますかね。私でもあのお答えがよく名回答とか珍回答ありますか、はい、って言われるんですけど、はい、名質問がやっぱり多くて、結局先生方が手を挙げる質問がお聞きの皆さんも楽しいですし、うん、先生方が答えられない時ってそれこそね、あの、エピソードしたりとか、っていうこともありますし、はい、A 先生なんかは手放しで褒めるんですよね。うん、なんて素晴らしいことを思いついたんだっていうふうにおっしゃったり、あの、柳田先生も、こんな答えてる僕より君の方がすごいんだっていうのがあって、うん、そう言われた時の子供は、答えが分かった時よりも、嬉しそうなんですよ。へぇー。これは、だから、いや、結局子供電話相談室はそれなのかなって思う時も、多々ありました。俺は、なんかそれをすごい感じるのは、香織お姉さんが、どういう時にそのことを思いついたのかなって聞く時あるじゃないですか。はい。それはもしかしたら僕らが答えを出すまでに少し時間を稼いでくれてるのかもしれないんだけど、その時のキャッチボールがとても素敵で、それを一言聞くだけで、そういうことなのか、この質問、みたいな。そうですね。ね。ありますね。あの、言葉にしている部分じゃないところに実は本当の質問が隠れてたりっていうことがすごく多いので、うん、表に出てきてる質問じゃなくて、いつ思いついたのって聞くと、あ、そうすると、この言葉だけど、こっちが聞きたいのかもしれないなっていうのがいっぱい隠れてることがあるので、そこはやっぱり必ずちゃんと聞こうっていうふうに心がけてはいます。なんか、スペシャル版が2回ぐらいあってね、最近あって、その時に、こんな長くやってる番組なのに、ちょっと僕は考え違いをしてたなと思ったのは、当たり前のことなんだけど、はい、これは、電話相談室なんだっていう、電話質問室じゃないんだっていう、なんかその、動物の先生が来たりとかして、明確な答えのあるものもあるじゃないですか。はい、で、そうするとこう、その 100% の答えを教えてあげるのがベストなんだと思ってたんだけど、いや、これ相談なんだから、一緒に悩むとかも全然ありだしっていうのを、ついこの間なんかわかりました。嬉しいです。ね、子供電話相談室はお答えっていう時に、あの、回答の答っていう字を使わずに、応答の応っていう字を使うんですよ。答えるって言うんですけれども。ね。だから、ますますちびっこもね、はい、ネットを使えるようになったりとかして、うん、多分、そういう答えが明確なものに関しては、調べられる子の方が多いと思うんですね。はい、で、言って、その、この2回やったスペシャルの中で、あ、俺はもう一緒に悩めばいいって思ってるし、うん、なんか、そこはちゃんと受け継いで、これは相談室なんだっていうのは受け継いでいきたいですね。はい、さあ、最後にお知らせになりますけれども、はい、森本武郎スタンバイ。について、じゃあ新井ちゃんからきちんと。はい、近藤香織さんがご出演されている番組 TBS ラジオ森本武郎スタンバイが毎週月曜日から金曜日朝6時30分から8時30分まで放送中です。近藤香織さんは主に月曜日と金曜日、素朴な疑問、気になる現場に迫る現場にアタックのコーナーにご出演されています。
TBS ラジオ森本武郎スタンバイ、ぜひお聞きください。ねえ、その、武郎さんから伊集院光とラジオとのこの流れの橋渡し役にまた、ね、ぜひぜひなっていただきたいんですけども、でもまあ長いですよね、もうね。長いですね。この間の、そのサラリーマンの声っていうのを金曜日にやっていて、街でいろんなお父さんたちとかにお話を聞くんですけれども、はい、計算してくれたスタッフがいて、はい、多分、2万3000人ぐらい聞いたんじゃないかな。聞いてますね。一企業余裕で聞いてますね。一企業全員。そうだね。そんな巨大な会社なかなかないよね。そうですよね。さあ、最後になりますが、お仕事でもプライベートでも結構なんで、今後の夢や野望みたいなものありますか？やっぱり子供たちにずっと関わっていきたいなと思います。これ約束ですよ。先生で来てくださいよ。絶対お姉さんで呼んでくださいよ。お姉さんってことは俺が失業しますから。でも、僕が先生やる会は、はい、逆にお姉さんで回してもらうっていうやり方も、いい、本当にいいですか？はい、もちろんです。先生はもうね、私。先生の会もあります。ということで、今日のゲストキャスターの近藤香織さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。TBS ラジオ公演木梨憲武木梨の音楽会開催。木梨ミュージックコネクション配信リリース記念として10月6日から名古屋、大阪、東京でライブを開催します。東京公演ではライブ配信も実施。詳しくは木梨の音楽会で検索してください。メモリードライフ。自分の人生には満足しています。平凡だけど穏やかだったし、外国旅行も行ったし、あとはささやかに最後の時を迎えるだけなんですが、万が一の時、葬儀費用で残された家族に負担をかけたくないし、という私の心配にメモリードライフは応えてくれるのです。満89歳まで申し込みできるそうだし、医師の審査は不要だというし、なので死病請求は元気な今からお願いしようかと。死亡保険金額100万円コースなら、満60歳女性の場合、年払い保険料7940円、一月あたりおよそ662円です。メモリードライフの創業券、資料のご請求と詳しい内容のお問い合わせはフリーダイヤル 0120-244-888 0120-244-888 まで。新潟エリアで美味しいエリア拡大中。おすすめ美味しい味噌ラーメン食べてみて。毎日の暮らしに潤いをお届けする TBS ラジオショッピング。今朝の担当は TBS ラジオキャスターの柳沢玲さんです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。今月25日は秋の土用の牛の日なんです、うん、そこで今日は鹿児島県産特大うなぎ長焼きをお買い得価格でご紹介します。実は僕これあのホームページの方から何度も買ってます、はい、ありがとうございます。もうリピーターです。大好きです。わー嬉しいです。せっかく食べるなら美味しい国産のうなぎという方も多いと思いますが、今や国産のうなぎは高値の花。家族で食べるとなるとかなりの出費になってしまいます。そこでメーカーと交渉を重ね、お買い得な国産うなぎをなんとかご用意しました。 TBS ショッピングがうなぎの養殖日本一の鹿児島県で見つけてきた美味しくてお買い得な鹿児島県産特大うなぎの長焼きです。どうですかこのサイズ。いや、いつ見ても惚れ惚れしますよ。だってお重から両サイドがはみ出てるんですよ、はい、ちょっとはみ出てるんじゃないんですよ、うん、そのまま下に向かって横から見たら M っていう字になるぐらいのはみ出方です、はい、ねえ、お重をくるんでるような感じですよね、はい、このお重に入らないほど大きなうなぎはめったにお目にかかれない一尾およそ 180g で食べ応えがありますよ。もちろん味もお任せください。豊富な地下水と温暖な気候に恵まれた鹿児島県はうなぎの養殖日本一。中でもこちらは指宿市で長い歴史を誇る水産加工会社がうなぎの仕入れから焼きまでを一貫して手掛けたこだわりの一品です。ではお召し上がりください。いただきます。間違いないやつを、はい、まずねその横にでかいだけじゃないんだよ、厚みもすごいんだよ、ふっくらお箸入れたら、そう厚みがすごいのにふっくらなのから焼き方なんだろうな、油も乗ってます、うん、ああ間違いない、うん
幸せですよね。美味しゅうございます。美味しいですよね。はい、おっしゃる通り焼き方が大事ですけれども、こちらのうなぎは熟練の職人さんが一尾一尾丁寧に手でさばいていまして、続いてじっくりと時間をかけて身と皮目をこんがり白焼きにして、うなぎ本来の旨味を引き出し一度柔らかく蒸し上げます。その後秘伝のタレを使い、タレ漬け4回焼き3回と繰り返すことで、外は香ばしく中はふっくら焼き上がるんです。そうなんです。ただでかいだけだったらね、はい、そうそうリピーターになりませんよ。ですよね。味から焼き方から本当うまいです、うん、はい、丁寧に手をかけています。セット内容は1尾およそ 180g のうなぎの長焼きが2尾、うな丼にしておよそ7人前のボリュームです。うん、出来たてを急速冷凍し真空パックにしていますので、袋のまま湯煎するだけで美味しい長焼きを味わえますよ。そしてお買い得なお値段も人気の理由です。はい、実はうなぎ専門店では松、竹、梅の中で特上にあたる松のうなぎは 160g 程度が多いんですが、今回のうなぎは松を上回るおよそ 180g。 立派すぎてお店のお重に入りきらないということでお買い得価格が実現しました。毎度のことながら大きくてお安いなんて嬉しいですよね。嬉しい。はい、お値段は1尾およそ 180g の立派なうなぎが2尾にタレと山椒もお付けしてお買い得な税込み5990円、5990円です。そして4尾セットはさらにお得です。単品合計価格11,980円になるところ、お得な9,980円。うな丼にして14人前のボリュームで9,980円です。うん、1人前でおよそ713円ですよ。この美味しいうなぎがすごいですよね。すごい。ちなみに箱に入った贈答用は同じ 720g なら 26,640円する高級品ですので、4尾セットは本当にお買い得ですよ。なお今月12日までの申し込みで、秋の土用の丑の日までにお届けします。ただし数に限りがありますので、お早めにどうぞ。賞味期間は冷凍で製造日から2年です。別途送料を頂戴します。お申し込みはフリーダイヤル 0120-234-954、 0120-234-954 番です。お届け、返品、送料などについてもお問い合わせください。また TBS ラジオのホームページからもご購入いただけます。伊集院さん、いつもありがとうございます。 TBS ラジオショッピングでした。はい、煽るわけじゃないですけども、何度か売り切れっていう時にも出会っております。はい、ありがとうございます。数に限りがありますので、お早めに。お待ちしてます。ありがとうございます。ありがとうございます。ここで過払い金の無料診断、中央事務所に送られた70代女性の方からの感想をご紹介。私はデパートのカードでキャッシングをしました。夫が急に亡くなったため仕方なく。返し終えたのは5年前。過払い金は借り入れが少なかったため関係ないと思っていたんですが、間違っていてもいいかと無料診断に電話を。そしたら100万円を超える過払い金がありました。このように借金経験のある方は高額な過払い金が戻ってくるかも。今すぐ無料診断ダイヤルへ。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。あなたの過払い金を5分で無料診断。トローリアマクチ、ブンセンの乗りつくだに、あら、あ、大倉屋住宅の、おー、大倉屋はたくさんの女性スタッフが活躍。女性ならではの視点でマンション売却をサポートします。創業1982年、累計契約10万件を突破。おお、相談しやすい。驚きのマンション仲介、大倉屋住宅。桐畑徹のシェフが行く店のシェフが行く店。食のプロがお金を出してでも食べに行くプロの味を数珠つなぎに教えてもらうコーナーです。担当はこの方です。どうも、蛍源氏の桐畑徹です。桐畑君、はい、来年の2月26日のスケジュール開けといて。上映会先だな。上映会をやるからね。忘れちゃいそう。さあ、シェフシェフですけれども、はい、新井牧最近シェフシェフのお店行ったんだって。あ、私ね、ダイナーバンって、ちょっと前にやったベトナムの文房笛を食べてきました。すごいとこ行ってるね。めっ
ちゃ美味しかった。初めて食べる味だったんですけど、あの、ほんとこう、おっしゃってた、ちょっとうどんが細い感じの。へぇあの、太麺な、割と太麺なんだ。そう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 。美味しかった。そう、今週はそっからもずーっと繋がってきて、はい。おでんということです。はい、おでんが食べられるお店ですね。恵比寿にあります、酒と香りというお店でございまして。いや、こっからおでんの季節だね。いやもう完全に入ってきますよね。で、今回はですね、そのおでんの中でも定番の大根、これがおすすめということで試食してまいりました。まずはそちらの模様をお聞きください。さあ、というわけでございまして、今私の目の前にはですね、名物料亭直伝おでんでございます。その中で一番人気の大根、さらにはちくわ、つみれもいただいておりますがね、小さなこの器にですね、お出汁、関西風だと思うんですよね。透き通ってますからね。さらに出される前に柚子の皮をちょっと削って風味でね、上にかかってるんですよ。だからこのカツオのお出汁とこの柚子の香りがまたいいですね。まず見てください、この大根、これ結構大きめですけども、大人の金属バットぐらいの太さはありますよ。これはいただきます。うわ、なるほど、大根がたっぷり出汁を吸ってるんですけど、大根本来の味もやっぱりね、ふわっと残ってるんですよ。だから最初柚子とこの鰹風味がね、ふわっと口の中に広がるんですよ。でもね、噛んでいくとそのお出汁の後ろからやっぱり大根本来の旨味がね、ちゃんと存在する。これは日本酒が欲しくなるなというですね、おでんでございまして。なんかさ、おでんさ、はい、雑なおでんもいいんだけどさ、いや、いいですよ、これどう聞いても繊細なおでんだね、うん、そうですね。だって見た目ね、風呂吹き大根に近い感じの出汁の入り方なんですよ、ね、あの抹茶色のもいいけどね。そうですね、あれとは違う対照的なんですけども、やっぱりカツオベースにした関西風の出汁で透き通ってます。ただメニューにもありますが、この料亭直伝の出汁というね、とにかく味がやっぱね、上品なんですよ。うん、通常のおでんのやっぱり出汁がこう染み込みすぎてないんで、素材の本来の味が楽しめるようになってると。あのレポーター上手だって。はい。あの、大根の味もちゃんとするっていう。そうなんですね。この自慢の出汁はですね、毎日2時間以上かけてね。で、まあ、その出汁に、こう、具材をこう煮込んでいくんですけども、素材の味を残しながら、この、煮込んでいくっていうか、タイミングがこれ難しいと。いうお話でございましたし、さらにですね、ちょっとお店のメニューを見たんですけど、このおでんの出汁を使った出汁巻き卵っていうのが書いてあったんですよ。これちょっとまだ気になる。絶対うまいんじゃん。ねえ。いろんなもんの小味も出て、はい。うわ、絶対うまいわ。食べてないですよ。食べてないですよ。メニューで、いや、食べてない。お客さんばかりでつみれ食ってたろうよ。つみれは、あの、半かじり。半かじりだけど。嘘つけっつんだよ。食べてやな。お話を伺った店長の三村さん。あ、三村さん、いい名前。はい。TS の社長と同じ。あ、そうですか。オープンして2年のお店でございまして。まあ、もともとこの店長ですね、日本酒が大好きでね。もう休みの日は勉強兼ねて、いろんなお店に行って日本酒飲んで。で、美味しかった日本酒はやっぱ自分のお店でも仕入れるんですけども、これね、最近では、日本酒のラベルも結構おしゃれになってきてね、うん、あの、ワインみたいなラベルとか、あと、ハロウィンラベルなんかもある日本酒なんですって。ハロウィンってないんだろ、もともと日本酒。日本酒とくっついてるんですよ。当時じゃなくて。違う。お祭りとね、うん。で、結構そのね、店長も仕入れでね、あの、CD のジャケ買いじゃないんですけど、ラベル買いすることも結構あるんですって。いろんなおしゃれなのが。で、これ店長のあくまでも考えなんですけど、やっぱりね、酒蔵さんも世代交代してって、やっぱ若い人が仕切ってんじゃないかと、うん。そうなってくるとやっぱラベルもおしゃれになってきてるんじゃないかなっていうのをね、ちょっと予想でおっしゃってましたね。一度この番組をゲスト来てもらった外国人のとじさんとかもいて、ちょっと新しい感覚の ね、日本酒も出てるもんね。そうですね。こちらのお店でですね、日本酒の飲み比べコースもありまして、20種類以上の日本酒を1時間飲みまくることができます。うん、もう日本酒好きな人はね、ぜひ行っていただきたいと思いますけども、酒と香りさんは恵比寿駅から徒歩5分の場所でございます。いやー、でもこの繊細なお出汁のおでんを作る三村さん、はい、さあどこに行きますか。はい、おすすめを聞いておりますので、そちらの模様をお聞きください。
店長の三村さんが、はい、プライベートでも行くお店を紹介してもらいたいんですけども、はい、どっかそういうお店ありますでしょうか。銀座のですね、あのコリドー街にある銀座ムンというお店、まあ韓国料理のお店なんですけれども、銀座のムン、ムンっていうのはどういう字ですか。ムンっていうのはあの韓国語でモンっていう意味なんですけれども、表記は普通に英文字でムンですね。 MUN で、はい、MUN のムン、はい、ほう、これ韓国料理。韓国料理ですね。じゃあそこのこの一品食べてきてっていう、サムギョプサルをぜひあの食べていただきたいなと。出ました、サムギョプサル、はい、これ相当美味しい。あのまあ外はこうカリッと仕上げて、まあ中はこうフラットロっていうような、すごいジューシーな肉汁があのお口の中に広がる一品ですので、はい、他の店とは何か違うっていう感じあります。すでにこう焼き上がった状態で出てますので。全部やってくれるんだ。そうですね、はい、ははははは。これじゃあもう間違いないですね、焼きすぎもなく。そうですね、はい、もう非常に美味しい状態で、はい、やっぱプロがやってくれた方が絶対美味しいですからね我々素人が焼くよりもねなるほど、わかりました。銀座にあります銀座ムーンさん、はい、ここのサムギョプサル、はい、これがうまいと、はい、ということでございます。いいね、ギョプサル、ギョプサルをね、なんでその略し方後半後半ということで来週レポートよろしくお願いします、はい、以上桐畑トールのシェフが行く店のシェフが行く店でした。腰の痛みで憂鬱な朝を迎えた皆さん、同じような痛みを抱えた方からこんなお声が届いています。半年ほど前から痺れや痛みが腰に現れて、トイレや朝起きる時が辛くてひねった覚えもないのに、そんな時にスーサン糖と出会いました。スクッと起きられる朝が迎えられるよう頑張ってます。ラジオの前のあなたもですね、痛みを諦めず始めてみませんか。最瞬間制約所のスーサン糖は神経痛による腰や膝関節の痛みを徐々に緩和する漢方に学んだ医薬品なんです。無料の市教薬のお問い合わせはフリーダイヤル0120-305-305-305-305。朝8時から夜10時まで年中無休。スーサン糖は指定第二類医薬品。薬剤師登録販売者にご相談の上、使用上の注意をよく読んでお使いください。0120-305-305。お電話お待ちいたしております。ホームワン離婚サポパック。離婚問題難しい。担当弁護士つきますよ。法律事務所ホームワン。楽しく感動できるスーパーロピア。あいうえあいラブラブラブラリルレラブラブラリルレロピアはラブラブロピア。愛に満ち愛されるスーパーロピア。ラブラブロピア。ではここで TBS ニュースです。ニュースデスクの伊藤隆太アナウンサー、お願いします。はい、お伝えします。日本の南の海上で今日午前台風14号が発生しました。気象庁によりますと、日本の南の海上で今日午前9時熱帯低気圧が台風14号になり、ゆっくりとした速さで西へ進んでいます。中心の気圧は998ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートルで、中心の南側280キロ以内と北側140キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。日本郵政グループは今日、保険の不正販売の発覚を受けて去年7月から自粛していた営業活動を再開しました。グループの社長3人が引責辞任し、1000人を超える社員が懲戒処分を受けた不祥事はおよそ1年3ヶ月ぶりに販売の正常化へ動き出します。日本郵政グループの保険販売は契約のおよそ9割が日本郵便が担う個人向けのもので、郵便局員が地域の顧客を騙して不正に手を染めていました。当面は積極的な勧誘はせずに、お詫びと再発防止策の説明などで信頼の回復を急ぎます。また営業再開にあたり、グループは顧客本位の取り組みの徹底と法令やルールを守ることを誓った文書を公表しました。このほか全国の郵便局や顧客訪問で約束チラシを配布します。 JR 東京駅近くにある東京中央郵便局では、チラシを引き伸ばしたパネルを店頭に設置しました。窓口営業部の加藤若菜副部長は、
グループ一丸となって信頼回復に取り組みたいとコメントしています。佐賀県でおととい新型コロナウイルス感染が確認された東京の20代の女性が政府の観光支援事業 GoTo トラベルを利用していたことが分かりました。 GoTo トラベルは今月1日から東京発着の旅行が追加されたばかりです。佐賀県によりますと女性は都内の会社に勤務していて母親と2人で先月30日に愛知県、今月1日に長崎県、2日は佐賀県にそれぞれ1泊しました。女性は1日、勤務先の同僚が陽性と確認されたと会社から連絡を受け、2日に佐賀県で検査を受けて感染が判明しました。女性に症状はなく、母親は陰性でした。以上ニュースでした。ニュースデスクの伊藤隆太アナウンサーでした。蓮見のりゆきです。土曜日朝7時からのまとめて土曜日。10月10日のゲストコメンテーターは、拓殖大学非常勤講師の塚越健二さんです。北村さん、はい、食欲の秋ですね。あ、そうですね、もう食べ物が美味しい季節ですよね。新米でしょ、新酒でしょ。私が今一番食べたいのはね、栗ご飯です。誰か作ってください。時刻は10時56分になるところです。ここで物流は新領域へ、ロジスティードの日立物流がお送りする TBS ラジオ交通情報です。警視庁の飯島純さん、お願いします。はい、一般道は神奈川の国道16号上り、大和市の下鶴間付近では前にあった事故の調べを行っています。一車線のみの通行のため東名入り口に向けて4キロ半の渋滞、大野台交番前あたりからつながっています。また国道246上りは新二子橋を先�頭に断続的に3キロ半、埼玉県内は工事のため鴻巣桶川埼玉線の大宮区木式町交差点では下りが1キロ半の渋滞。首都高速道路は横羽線上りの塩入付近、まだ故障車が止まっているため1キロ半を15分です。以上です。ありがとうございました。次の交通情報はこの後11時25分頃、ジェンス生活は踊るの中でお伝えします。プロのドライバーですから運転には自信があります。でも事故リスクは思わぬところに。え？日立物流が進めているスマート安全運行管理システム SSCV はドライバーの皆さんの身に潜むリスクを感知し、安全運転を支援します。事故ゼロ社会を目指したい日立物流。TBS ラジオ伊集院光とラジオとエンディングのお時間です。まずは本日の山崎翔のメッセージですが、綿棒で自動ドアのボタンを押す。はい、小倉さんには美味しさと品質の山崎から和菓子詰め合わせと洋菓子詰め合わせをセットにして山崎からプレゼントいたします。はい、その他ご紹介させていただいた方には番組ステッカーをお送りいたします。まあ、街歩いてたりとかして、うん、ちょっとした、あ、コロナの時代ってこういうことだみたいの、何か見つけたら送ってください。メッセージテーマ、ウィズコロナよもやま話です。はい、さあ明日のゲスト、はい、明日のゲストはアーティストのリサさんです。うん、例の鬼滅の刃のグレンゲ、はいはいはい、さすがに音楽に疎い僕でもここまで方々で聞くとなんか、あ、ちゃんと覚えますね。リサさんに新曲のお話なんかもございます。いろんなお話を聞きたいと思っております。はい、さあいよいよ今回第ゼロ回ということでですね、うん、子供電話相談室の案内をさせてもらいましたけども、はい、ぜひおはがき送ってください。お願いします。そしてぜひ送ってくださいといえば、うん、新井のプレゼント、大人の塗り絵プレゼント、はい、ね、じゃあ当選者の発表お願いします。はい、1人目が北区にお住まいの松本麻子さん、おはがき頂戴しました。そしてさいたま市にお住まいの福井和子さん、当選したら大人の塗り絵コンテストに応募したいという。そういうのあるんだ。そう、いい、結局2名になったんだっけ。5冊あったけど結局2名だったんだよね。もっと言いますとね、5冊あったやつをみんなプレゼントしますって言ったら急に3に減らして2に減ったのよ。でしかも今日持ってきてこうやって眺めてるうちに多分ちょっと上げたくなくなってんだよね。そんなこ
ことない。何なんでしょうね。隠しました。はい、あの送りますのでぜひ綺麗に塗ってください。お願いします。ということで明日も聞いてください。この時間のお相手は新井真希と伊集院光でした。この後はジェンス生活は踊るでお楽しみください。小笠原アナウンサーの日です。喉に違和感があったら、喉直接潤う、龍角散ダイレクト。第三類医薬品です。5本といえば、龍角散が11時をお知らせします。